丈夫かね、大丈夫。あ、若尾さん大丈夫そう、ありがとう。あ、うん、分かったよ、ありがとう、遊びに来てくれた。あ、まさひろさん、公務員、遊びに来てくれてありがとう。最初に、待機してくれちゃった人のね、お名前読み上げするね。KBY さん、待機ありがとう。マリアさんも、待機ブリザード、ありがとう。タネダミクさんも、こんばんは、いらっしゃいじゃねー。ヒロさんも、待機ありがとう。フラちゃんさんも、待機シャトルありがとうじゃよ。マコーさんもね、今日も頑張る。スカーレットニードルさんも、待機シャトルありがとう。サノモニャンコさんも、待機ありがとう。マサヒロさんも、待機シャトルありがとうじゃよ。あ、にゃんこさん、朝方、いやー、夜じゃから、一日経っちゃうってことにならんかね。あ、そう、KBY さん、そう。ちょっとね、ツイッターの方もね、ちょっといろいろ準備しちゃったの。はい。ほいじゃ、早速、今日はね、昨日はクライマックスやったんじゃけど、今日は、エルちゃんのね、青春杯、やっていこうと思うが、ほいじゃ、画面映すね、ちょっと待って。よいしょ。今回もね、すごい、エルちゃんね、すごい、なんか隠しイベントみたいなのがあるらしくって、なんかの、特定のレースに出んといけんらしいが、ね、そこら辺もすごいね、抑えていきたいなって思ったら、あ、アンドーナツさん、アンさんいらっしゃい。ほんまいじゃよ。日は落ちれどもまた昇る。太陽も明日の再入場のため、夜の間は力を蓄えているのです。エルちゃんね、すごい。アニメでしちゃるからさ、すごい楽しみなの。まずは最初に、あれじゃね、みんなで一緒にさ、ストーリーを回したい。お知らせが届いてますね。興味深いお話ばかりです。ねえ。エルちゃんね、すごいアニメじゃとすごいツヤツヤな子じゃったからさ、ね、ちょっと、育成するのは会長さんみたいにちょっとね、プレッシャーを感じないところがなかったりやったり、じゃね。あなたと馬娘のお話は、とても興味深いですね。エルちゃん、トレーナーさんのあの本気、あの言葉、あのパッション、エルは超感激しました。パッション、今度の世界戦のトレーナーさんは熱血キャラなんかね。あ、マリアさん、エルの育成も、あ、ね、ちょっと気になるっちもね、ゲームじゃとどんな感じなんじゃろうね。あ、アップデートでイベントが増えたんじゃ、え、すごい楽しみ、これから。そういえばあれじゃね、ヒロさん、確かタキヨンちゃんの時じゃったかな、カペちゃんの時じゃったか、タキヨンちゃんだったと思うんじゃけど、確かね、アップデでなんかすごい増えたみたいな聞いたが。あ、ジュノさんいらっしゃい、こんばんは。あ、この時間は参議院選挙関連のお仕事、あ、お疲れ様じゃ、あ、うん、投票行く、うん。あ、神院氏ね、すごい、ほんとみんなありがとね、すごい。コミュニティの方にもね、すごい名刺貼らせてもらったんじゃけど、みんなね、すごい、早速コメントとかいっぱいくれて、本当にありがとう。ねえ、ジュノさん、確か7月、ねえ、もうそろそろじゃよね、選挙も。ねえ、みんな行こうね。ほいじゃ、横画面にやっていこうね。エルちゃんは本物のうまさもつよつよ。あ、マリアさん、キャラストーリー見ちょらんねえ、すごい、ジュエルもらえるからさ、一緒に見よう。今日はトレーナーたちが馬娘の実力を見極めスカウトを行う。あ、久しぶりのいつもの光景じゃ、だいたいこっから始まるね、選抜レース。
そんな大事なレースを控えた日の早朝、コースにてひたすら走り込んでいるウマ娘を見つけた。姉ちゃんの裏階段の3レース、よし、もう一周、家10周。そうなんじゃ、姉ちゃんちゃんのイベントあれもアップデートなの？なんかすごい元からありそうなぐらいしっかりしとったから。え、それってもうあるしよね、ヒロさんね、1回苦戦した子もさ、2回3回でこう回りよったら新しいお話どんどん見れるってことよね、それ。あ、タッキーさんいらっしゃい。お、今日はね、あるじゃん、エルちゃんじゃよ、エルちゃんじゃよ。エルちゃんの素顔を見れるイベントだけは飛ばさないで、ちゃん見れるの？見れるの？見れるの？見る！楽しみ！お？もしかして、もう？いえいえ、私にとってはウォーミングアップにもなりませんよ。あれ？エルちゃんとも契約しちゃってる？これ。なんだって！私はエルコンドルパサー！いずれは世界という名の大空に羽ばたくウマ娘ですからね！いやー、エルちゃんやっぱりもうこの頃からやっぱりモチベーション高いね、やっぱりすごーい。あ、見れるんじゃ、すごい楽しみ。なんか普通に話してしまいましたが、あなた一体誰ですか？違った違った、初対面じゃった。選抜レースを見に来たトレーナーじゃよ。トレーナーさん、かわいい、尻尾ピーンってなったね。ということは、もしかしてもしかして私をスカウトしに来たんですか？そうじゃよそうじゃよ。ねえ、騙されたね、ゲーミーワイさん。なんかいきなりもうね、すごい息の合ったねペアかと思ったら、まだ選抜レースも始まっていないというのに、エルの実力に才能に将来性に惹かれてしまったということですか？あ、そう、タッキーさん、しまった、ごめん、うちの方がすごい、あるじゃね、頭が回っちゃらんかった。そう、今日は会長さんじゃけど、会長さんじゃないの、そうなの。あ、ハルイララさん、こんにちは、初見さんいらっしゃいじゃよ、遊びに来てくれてありがとう。ねえ、すごい、エルちゃんだってアニメでもさ、海外のレースに出るぐらいすごい強い子じゃもんね。あ、新たに青春や URA で、あ、そうなんだ、ヒロさん。ねえ、すごい楽しみ。ブエノ、来てくれて嬉しいです。そのファッション、なかなか好印象ですよ。あ、なんかホッとする、すごい。ここしばらくちょっと最初に出会う時の好感度ゲージが結構低かったりしたけんさ、エルちゃんはすごい最初からすごい好感触な気がする。でも残念ですが、現時点での答えはノーです。なんで？それはなぜか、今すぐスカウトしたいのになぜエルは思いに答えてくれないのか。そう、なんで？答えは簡単、トレーナーさん、あなたには今日のこれからのレースを見てエルの実力を判断してほしいのです。なるほど。でもすごい、もうアニメ見ちょるからさ、おおよそわかるよ、おおよそ。ねえ、マリアさんね、そうマリアさんね、そうそうそう、ね、タッキーさん本当うまいこと考えよるね、すごい、やられたね、一本取られたね。かわちゃん製麺さんいらっしゃい、ゴンブイー、遊びに来てくれてありがとう。ちょうどね、今エルちゃんのねストーリー1話から4話追っかけるところじゃよ。トレーナー殿、熱く語り、いきなりノーって言われちゃった、ショック。世界最強のウマ娘には必要不可欠。今日もどこかで副会長のやる気が下がっちゃう。だからこそカップケーキ持ってかんと、カップケーキ。やっぱりエルちゃんってこういうところはしっかりしとるよね、なんか。すごいね、なんかすごい。天才肌でさ、すごい。ねえ。ねえ、すごい、なんか、
ね、すごいマイペースなところありよるけど、この土辺はすごい、なんじゃろ、ストイックっていうかね、すごいやっぱりちゃんとしとるね。でもレース前に声をかけてくれるそのパッション響きましたよ。 LL ポイント1ポイント差し上げます。何ポイント貯まったら採用してもらえるんかな、の契約してくれるんかな。馬娘ポイント的にあのあれちょっと100とか貯めんといけんくなるんじゃけど、あ、にゃんこさんも並走してくれる、なんじゃろなんじゃろ、何で並走してくれるんじゃろ、楽しみ。にゃ、1ポイントじゃありがたく受け取っちゃくが。ねえ、ポイントゲットやった。ポイントカードはあるんかね。おっと、そろそろレースの時間ですね。それではチャオチャオ。エルちゃんはすごい元気もらえる子じゃね、すごい元気。おい、ちょっと、始まっちゃった選抜レース。エルコンドルパサー、誰も追いつけない、伸びる伸びる。おお、素晴らしい切れ味、堂々の一着はエルコンドルパサーです。エルちゃんすごい、優勝快勝、エル圧勝、これが私の実力です。おお、ナイスポーズ、優勝快勝、エル圧勝、すごい、あの小気味良いフレーズじゃねえ。最後の直線、他の子たちが置き去りにされてたわ。頭一つ抜け出た実力者ね。あ、かわいい、ここチラリと見てるのかわいい、褒められると伸びる子じゃねえ、エルちゃん。ねえ、すごい直線が速い子なんじゃ。こりゃ将来とんでもない馬娘になるんじゃないか。うんうん、うなずいちゃる。ふんふんふん、聞こえますよ、世界最強のエルを称える声が。さあ、ここからがスカウトタイムです。私と一緒に世界へ行ってくれるトレーナーさんはどなたですか。ねえ、スクショセンタースクショセンター、これスクショタイムじゃね。エルコンドルパサー、ぜひ私のスカウトを受けてちょうだい。いやいや、うちだ、君を必ず羽ばたかせてみせるぞ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、結構立候補者が多い、うちもつも。ブエノ、みんなの気持ちとっても嬉しいです。でもでも、エルが欲しいのはしっかり信頼し合えるパートナー。というわけで激闘争奪スカウト選手権の開幕です。違うのが始まった。ええ、スカウト選手権、スカウト選手権って何？はい、トレーナーといえばやっぱりトレーニングメニュー。トレーニングメニュー、一時停止するとカメラマークから。カメラマーク、ということで、もしかしたらあのちょっと今は映さないようにしとるかもしれん。ねえ、ちょっとまたあのね、あのまた後にちょっとオンとかにしてなんか撮影できるようにしときたいね。これすごい、あの見どころが多いね、ほんとストーリーモード。エルちゃんにふさわしいトレーニングメニューを考えて、どんなトレーニングがいいんだろう。とりあえず末脚は最強説打ちをしたいんだけどな。エルがビビッとくるトレーニングメニューを用意してくれたら、そのトレーナーさんのスカウトを受けますです。本当に本当に、なるほど、トレーニングメニュー考案対決だな。エルちゃん、うちと一緒に8連続出走1000回ね。望むところよ、必ずあなたを満足させてみせるわ。満足させてくれるんで、サティスファクション。ね、KBY さんね、ほんとほんと。最後に残ったのはやはりあなたでしたか、パッションあふれるトレーナーさん。いや、でもみんな探しに、あの多分トレーニング考えに行っちゃったと思うんだけど、ね、
ですって。そっちのお仕事いけ、書いちゃダメ、書いちゃダメ、タッキーさん。ね、かおちゃんさんね、ほんとね、満足するしかね。エルちゃんでね、すごい大満足するしかないね。しかし、申し訳ありませんが、特別扱いはできませんでーす。ダメなの ?1 ポイントもらっちゃうからさ、あの、ポイント優待、株主優待じゃないけど、そういうことないかね?8 連続ダメかいね、8連続ダメかいね。こっそりひっそり教えちゃいますが、あなたの考えてくるメニュー、とても楽しみにしていますですよ。えっとね、2年目にね、すごい、2年目から急に鼻が外れたかのようにすごい、レースを走りまっくるっていうメニューなんじゃけど、どうかいね。実践こそ最大のトレーニング。だって、エルのことをフライングしてまでスカウトしに来てくれた方ですから。いや、嬉しい。でもこんな言ってもらったらすごい。特別トレー、旅ガラスさん、いらっしゃい。油風呂ろうそく、カッパのお船になんかろうそく置くやつじゃん。エルちゃんじゃったら耐えてくれるかね、油風呂。ね、いや、KBY さんね、いや、世界最強、羽ばたく会長さんになるにはね、すごい、それぐらいのトレーニングも、必要かもしれんかなって思っただけじゃね。待ってますね、トレーナーさん。エルちゃんいつも演習集会で、やっぱりエルちゃんってすごい優秀なんじゃん。なんかね、すごいネットで調べてもすごい評判がええんじゃね、エルちゃん。ねえ、KBY さんね、もうオグリちゃんの時点ですごい真っ黒黒つけちゃったからさ、絶対うちあれじゃよね、マスコミさんにマークされちゃうよね。ねえ、マリアさんね、それじゃ嫌われちゃうね。ちゃんとトレーニングメニュー考えんと。エル争奪最強タッグ決定戦。早速あれじゃねえ。グラスちゃんおる、グラスちゃん。ミヤさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。いやー、みんな何考えるんじゃろう。とりあえずのうちに予習はしてきたんじゃけど、ちょっとスピードとスタミナはね、ちゃんと育てた方がいいって書いちょったが、エルちゃんは育てやすいから、オグリちゃんと同様適性が幅広く、そうなんじゃ、育てやすい子なんじゃ。エルちゃんのこういう星さんでの喧騒は検証にも使えるからなおよし。逃げエルちゃん、逃げエルちゃんなんじゃ。うちはね、今回の調べてみたらさ、先行エルちゃんがおすすめって書いちゃった。毎日様々なトレーナーがエルちゃんとトレーニングをし、それぞれの考案したメニューを提案していた。やばい、ガチガチ。でもねえ、やっぱりエルちゃんが最初の選抜レースであれだけの走りを見せたからこそのこのあれなんじゃろうね。さあ、今日はどなたがエルにメニューをプレゼンしてくださるのですか。ねえ、マリアさんね、すごい珍しいよこんなお話。逆にトレーナーさんがさ、こういう選抜されちゃうのがすごい前代未聞じゃよ、すごい。どんなトレーニングでもやりますので、過酷に厳しく容赦なくよろしくお願いしますです。エルちゃん、ここに8連続出走メニューがあるんじゃけど、どうかいね。よーし、今日は俺だ、エルコンドルパサー。まず1周全力で走り、次の1周は抑えて走る。これを繰り返して100周。世界王者もやっているトレーニングだぞ。わお、ハードトレーニングじゃねえ、ハードトレーニングじゃねえ。アメリカさんなのにメキシカンキャラのは、ねえ、プロレスラーみたいなね、すごい、エルちゃん。エルちゃんで短距離を盛ると、芝A、ダート B、短距離 S、マイル A、中距離 A、長距離 B。すごい、何でもできるちゃんこになってる。エル
ちゃんはダートでチーム戦頑張ってね、そうそう、みんながね、そうダート戦でね、すごいあのね、うちのチームのねダート枠にエルちゃん入れたらよいよとおすすめしてくれたけんね。そうマーク2、マーク2の操縦トレーニングなかなか難しそうじゃよね、にゃんこさんね、本当にもう、いやでもうちと同じ、うちと同じ人が出てきて、うちと同じ人が、おお、世界王者エルにぴったりバッチリパーフェクト、早速やりましょう。8年生に比べたら可愛いもの、うん、そうなんじゃ、極人もなかなかだと思うけどな。うちの8連続出走したらね、エルちゃん星がいっぱいもらえるよ。さあ、今日は私の番よ。うちではとある大学の研究室と提携して最新トレーニング機器の開発を行っていてね。ああ、こっちはすごい、あるじゃね、すごいあの科学的アプローチじゃん。ねえカモちゃんさんね、グラスちゃん来ちょる、グラスちゃんが来ちょる。研究の果てに生まれたのがこのトレーニングギブス。常に体へ20倍の負荷をかける優れものよ。体ぺっちゃんこになりそう。大丈夫かいね、20倍ってドラゴンボールも真っ青じゃねえ。おー、最新20倍優れもの、なんだかよくわかりませんがものすごそうです。早速やります。いやー、これあれじゃない、すごい、あのいっぱいトレーニングしちゃう、あのねえ、あのつまみ食いしてずるい、謎のトレーニングギブスで全身をガチガチに固める。世界を取るのに必要なことは何だ。それは気合、心、不屈の精神だ。さあ、あの夕日に向かって叫べエル。いや、いい声のトレーナーさん、すごい熱血トレーナーさんじゃん。おお、熱いですねトレーナーさん。わかりました、やります。すごいね、トレーナーさんの全部のあの全部あのね、あのどのトレーナーさんがいいかすごい吟味しとる、すごい賢いね。大リーグボール4000ギプスね、エルちゃん切れるじゃろうか。あ、にゃんこさんグラスちゃんにする、グラスワンダーちゃんにするね。うちとあのあれじゃね、エルちゃんとライバルじゃん。精神と時の部屋、私は、私こそが上昇無敗電光石火世界最強エルコンドルパサー。いやー、エルちゃん元気、すごい、どんなトレーさん、トレーナーさんにも合わせられるの、すごいね。えマリアさんね、あのお米食べろじゃね、お米食べろ、このテンションだったらすごいね、すごい精神と時の部屋でもめげなそうじゃね、すごい。あ、さすがにさすがに大変だったかいね、これ。わわわ、あ、ヒロスンさん、こんばんは、いらっしゃい。よろよろ、エル、フラフラ。あ、ヒロさんはキングちゃんで育成ね、え、みんなでやろうやろう。大丈夫ですか、エル。アナちゃんにヒロさんとニャンコさんとで黄金世代が揃ってきちゃる。にゃ、そんなことはありませんよ。エルは大丈夫、大丈夫。と、ねえ、マサヒロさん、さすがに、さすがにエルちゃん。あ、すごい。この手のさばきは、あのドラゴンボールでよくやるあのビームいっぱい撃つやつじゃん。あの、ね、連続チネチネミサイルじゃん、これ。ね。危ない。へぇ！うわぁ、すみませんでした。ちょっと足がふらついちゃって。って、おぉ！あなたは、フライングトレーナーさん！偶然ですね！パントマイム。パントマイムじゃねえ。確かに。バリヤード、バリヤード。フライングトレーナーさん、なんかね、すごい、変なあだ名つけられちゃう。8連戦の後みたい。
でもすごい、いろんなトレーナーさんのね、練習をガーンってやっちゃるからさ、エルちゃんのルチャドールなので、バキの誓った劇場では残念ながら、カマセイヌになるポジションである。惜しい。旅柄さん大丈夫。大体みんなそんなポジションだから気にしちゃダメだよ。何も心配はいりませんですよ。エルは見ての通り、元気、やる気、無敵のコントルですから。エルちゃんすごいね、本当にね。え、変なフライングトレーナー、フライングトレーナー1ポイントの人じゃね。エル、あ、痛い。クラス、空前にしてはいい位置を踏みましたよ、今。何したの。もう、すみません、トレーナーさん。お怪我はありませんでしたか？何？どうしよう。みんな見えた？今。いや、うちは見逃しちゃった。なんか、死闘でもしたんかな？あ、マリアさん、K は、あ、スペイン語で何っていう意味。あー、なるほど。エルったら最近、毎日違うトレーナーさんに、激しいトレーニングばかりつけてもらってて、ちょっと体力不足なんですよ。いやー、なかなか大変そうだよね。ねえ、にゃんこさんね。いや、うちも覚えたい。2倍3倍。あっ、さすがみんな見逃しとらんね。すごい足踏んだね。いやー、グラスちゃん結構、グリッと行くんじゃねえ。ちょっと怖い。フライングトレーナーとは、空中高く放り投げたトレーナーを、うちがめちゃめちゃ大ダメージを負ってしまう技じゃねえ、それ。旅ガラスさん、それ。ちょ、グラス、聞き捨てなりませんね、それは。いつも言っているでしょう。エルは世界最強の馬娘だと。コンドルは高く飛翔し、やがて歴史の頂に名を刻む。これはもはや決まりきった未来なのです。いやー、エルちゃんすごい自信、本当に。そのエルがこんなところで音を上げるわけありませんです。お耳がピコピコ可愛いね、本当に。あ、見つけましたよ、エルさん。メニューを考えてきました。今日は私のトレーニングに付き合ってください。うわー、引っ張りだこじゃん。おっと、またエルのパートナー候補がいらしてくださったようですね。それでは私はこの辺で。グラス、また明日です。あ、ちょっとエル、トト、言い忘れてました、トレーナーさん。ん？何ね。じっくり考えてくださっている、そういうことですよね。わかりますよ。何にも考えてない、どうしよう。あなたのトレーニングメニュー、とっても楽しみにしています。それでは今度こそ本当に、チャオーチャオー。ね、エルちゃんがフライングじゃね。あー、言いたいことだけ言って行っちゃいましたね。いつものことですが、今日はあの女性トレーナーさんと世界最強を目指すのでしょうか。ねえ、人気者はつらいね。ね、あの、すごい。でもなかなか、あの、あれじゃよ、あの、キングちゃんの時のね、ストーリー思い出すんじゃけどさ、ね、自分をすごいって周りに言い聞かせるのってなかなか大変じゃよ。思い込みが強いの方が近い気もしますが、うん、そっちの方？でもそうですね。大きな目標をためらいなく掲げて、叶えるためなら何でもやる、あの子のいいところだと思います。うん、あ、ねえ、そうじゃね、スカーレットニードルさんね、そんな気がする。ねえ、すごい、あの、なんだろう、すごく話しやすい子じゃね、エルちゃん、やっぱり。あ、石山さん、いらっしゃい。んちゃんじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。
ゃん育成しとるが。ねえマリアさんね、すごい。トレーニングメニュー全然考えてなくて、8連続出走で、実戦で強くなろう理論は、さすがにちょっと怒られるかね。でも、100シュート、気合で叫ぶとどっこいどっこいで大丈夫な気がすると思ってるんだけど、どうじゃろう。ただ、いいところって時々、悪いところにもなってしまうと、私は思うんですよね。じゃあ逆も8連続出走ってね、すごい危ういけどみたいな、なんでもないなんでもないね。でもエルちゃんのね体調心配じゃね、あんまり無理するとね。そうですね、少なくとも毎日別の人に見てもらっていたら、前日からの疲労などはなかなか考慮していただけなさそうです。ああ、なるほど、確かにそれはちょっと心配かも。実際疲れが溜まっているみたいですしね。無理じゃね、無理じゃね。そうじゃよね、そうじゃよね。危なくなったら少し強めに止めます。まあ私がちょっと行ったくらいで立ち止まるような子でもないんですけどね。強めってどれくらいなんじゃろう、なぎなた出すんかな、やっぱり。そういえば、トレーナーさんもエルをスカウトしようと考えていらっしゃるんですよね。あ、そうじゃよ、そうじゃよ。差し出がましいかもしれませんが、どうか、よーく考えてあげてくださいね。よろしくお願いいたします。グラスちゃん、すごい弱い子。エルちゃんのこと大好きなんだな。ね、後先考えず、思い込んだら試練の道。思い込んだらじゃね。ね。エルちゃんはマスク外れると、日本語流暢になる気がする。ねえ、ちょっと気になる。印象変わったりして、なんかね、すごい、話し方も変わったりしたら、ちょっとびっくりするんじゃけど。ねえ、KBY さんね、強く止めるってことは、やっぱり、あれでしょ、さっきの足を踏むよりすごいことするってことでしょ。強い人、圧倒的な行動力を持つ、いやーすごいねえエルちゃん。ねえマリアさんね、ほんとしばじゃん、しばトレーナーとして彼女のためにしてあげられることはなんじゃろう。なんか見とるとさ、すごいエリちゃん自分でガシガシいっちゃうからさ、トレーナーさんはどっちかっていうとブレーキになってあげた方がいい気がしてきたね。すごい、お休みとか考える方。マスクの誓い、父の思いをこの胸に、え、マスクにそんな、あ、あやさん、こんぶいん、クライマックスで今日も元気。あ、爆心心しちゃったのは、ご愁傷様じゃよ。あ、グラスちゃんの風評被害や、グラスは。ね、一山さんね、そうそうそう。うちもね、育成はしとるからさ、分かっちゃるけどね、でもすごい、やっぱりグラスちゃんもさ、すごい熱い子じゃよね、エルちゃんと一緒でさ。ね、壁にさ、目標書いたりとかすごい。エルちゃんと一緒だよね。やっぱり自分に対してすごくストイックなところ。そこがすごい二人が仲がいい理由なんじゃないかね。痛い。鎌倉武士。誉れを大事にしとる人たちじゃね。あ、あやさん、エルちゃんのお父さんの名前って、キングマンボって言うんじゃん。すごい、かわいい。マンボちゃん。アメリカの、名種、ボバなんじゃね。ああ、マリアさんね、そう。一気のね、あれね、すごい。うちもあれめちゃめちゃ悔しかった。あれじゃね、ブロワイエン。
ていうのね、ブルーアイネさんに負けた時のやつじゃね。保健室でエルちゃんの悲鳴が。あ、シボバ、シ、タネボバじゃなくて、あ、シボバ、シボバね、シボバね。あ、目。タネボバじゃなくて、シボバな、目シボバって言うんじゃね。お勉強になる。あや先生、まさひろ先生、ありがとう。恥ずかしい。ね、メンシボバって言うんじゃね、キングマンボちゃん。エルちゃんが飼ってる鳥さんの名前がマンボなんじゃ。うん。ダメダメダメ、こんなんじゃ。早く直してトレーニングしなきゃ。ああ、なるほど。レフリー殺しでエル&大器グラスライスちゃん。そこにライスちゃん混じっちゃうの。確かにライスちゃんさ、なんか持ってるけどさ、腰にさ。ねえ、ケビーワイさんね、すごい。そうじゃね、シボは忘れちゃら。いけんいけん。また反復して思い出さんと。ベルワイユのモデルはモンジュ。ねえ、カワちゃんね、そうそうそう。モンジュちゃんがモデルなんてね。あ、ラクちゃん。頑張るよ。ありがとう。こちらこそ。いつもコメントありがとうじゃよ。エルちゃんの素顔タイム。マスクをかぶったエルは強いの。最強、無敵、勇敢な、理想の馬娘。エルちゃん？大丈夫、大丈夫。エルは強い、エルは強い。だから大丈夫。ねえ、エイシンフラスちゃんと会長さんも。エイシンフラスちゃんレイピア持ってる。ええー、さあ、走っ、いったたたた。大丈夫かいね、ちょっと。大丈夫かいね、ちょっとこれ。ねえ、ちょっとちょっと。保健室の先生、そういえば保健室の先生おらんが、主治医ですさん、呼ばんと。ねえ、デースが外れちょる。うわぁ！うわぁ！あ、サンダーさんいらっしゃい。すごいシーンじゃん、すごいシーンじゃん。アヤさんは素手で戦いよる人、大地終わる。すごい、馬娘。そうなんじゃ、ヒロさん。うちが持ってるのさ、チョコの、ね、お菓子の方、お菓子作りのエイシンフラスちゃんの方じゃから。へぇ、レイピアで。ねえ、かわいい。トレーナーさん、今すぐ目をつぶって。はい、今すぐ、ノー。いや、これ、しまった。な、ここに、カメラがない。カメラがない、ちょっと待って。ちょっと待って。よいしょ。とりあえずスクショした。スクショしたが。かわよいね、ほんとに。ね。石山さんね、普通に、いや、普通にっていう言い方も変なんだけどさ。美女。美女。川上ちゃんは頭突きで。ねえ、すごい。こんなの見るんじゃ。ストーリー見てよかった。エルちゃんのエルはラブリーのエル。あ、主治医は目白家専属。そろそろトレセン学院にもの、主治医さん、専属の主治医さんつけてほしい。こういう時、まあ、トレーナーさんが面倒というか、治療がね、できる、してんかな。あ、ねるちゃん、こんねる。これで、ね、いやー、かわいい。よっしゃっと。通常、エアグループちゃんは、手から炎を出すし、ブルボンは、え、そうなの？そうなの？
ベル、そうだね、ベルボンちゃんはそうそうそう。あの、ネルちゃんにね、見せてもらったけど、反省しよるよね。はい、開けて大丈夫ですよ、トレーナーさん。ふぅ、いやー、何も見ませんでしたね。とにかく、何にも見なかった。ですよね、トレーナーさん。何にも見ちゃないよな。すごい声出てしまったけどさ、うちも。ねえ、石山さんね、すごい。エルちゃんもすっごい可愛いね。ねえ、サンダーさん、終わっちゃった。え、もう一回してほしい。もう一回。ですよね。そうじゃね、そうじゃね。圧に負けた。トレーナーさん。なんかもう少しあの強気のパラメーターを上げてさ、もう少しこう、ね、すごい。いやーでもすごい、なんじゃろう。やっぱり自分で自分を奮い立たせちょる子だったんじゃね、なんかすごい。いやー。ねえ、ちょっと、さっきのはちょっとね、すごい見てて辛かったな。はい、そういうことで。にしてもトレーナーさん、どうしてここに？あ、何にも見てなかったです。ね。あ、ま、そう、もう、昨日もね、やらかしたとき、あーってなっちゃったもん。ね、あ、ほんとに石山さん、めちゃめちゃ楽しみ。え、これ以外にはマスク外れるイベントあるの？すごい。見たい見たい見たい。しっかり見たと伝えた上で、死を覚悟しつつ、ねえ、そう、可愛いと伝えるのが大正義。大正解。ねえ、そう、マリアさんね、ほんとあの、ねえ、あの、えっちゃんの回想シーンも話しちょ、ね、出ちゃったけど、やっぱりあの、本気を出した。本気を出した。ウマ娘の子はほんと強そうじゃからね。あ、つよしさん、こんちゃん、こんむい、お疲れ様だよ。あるんじゃ、ヒロさん。すごい楽しみ。もしかして、さっきの私の声聞こえちゃいました？それで様子を見に来たとか？いや、それよりもなんかの、大丈夫かい？なんか腰を押さえちゃったからさ。腰？足が悪いんかな？クラシック級かシニア級。ねえ、楽しみ。あ、足を痛めちょるね。いや、いけんいけん、これから。ああ、トレーニングするかもしれない。このくらいは、お気遣いブエノ。でも、平気です。それにしても、トレーナーさん、エルの声を聞きつけて、ここまで飛んできてくれるなんて。熱い！今日も京都で溢れてますね！とろけちゃうほどのパッションが！あ、ドーベル、メシロドーベルちゃんとエルちゃんの、何それ、ここに来てメシロドーベルちゃんが来るの？楽しみにしとく。メシロドーベルちゃんが来るんじゃ、意外な組み合わせ。そうやって情熱を傾けてくれるの、マスクのコルシ、嬉しいです。誰誰また知らん子が、また知らんけど、知っちゃるけど知らん子が来ちゃうね。マスクのコルシってもう、覆面ハギデスマッチ。ねえ、マリアさんすごい楽しみ。ちょっと、世界最強の馬娘として君臨するには、やはり信頼できるパートナーが必要不可欠ですから。そうなんじゃ、カワちゃん。ああ、エルちゃんとドーベルちゃん、あの、実際の馬さんにそういう関係性があるからなんじゃね。ドーベルちゃんの、これ初サンクじゃったかいね、サンク。あ、エルちゃんとの子供。そうなんじゃん。本気で世界最強目指しとるんじゃね、本当に。チッチッチ。トレーナーさん、目指すのではなく、証明するのです。この私こそ、ドーベルちゃんの世界最強だと。ねえ。ね。ウマ娘として生まれたからには、ね、一度は思う世界最強の、ウマ娘ってやつじゃね、これが。そう、誓ったのです。パパからもらったこのマスクに。自前のマスクじゃないんじゃん。
パパは言いました。世界最強の覆面レスラーたるパパのマスク、それをかぶればエルもまた世界最強なのだと。あ、うん、エル、エル、ヒロさんね、すごい楽しみにしとくね。そうじゃね、そうじゃね、ちょっと楽しみにとっちゃく。そうなんじゃ、なんかあれじゃね、あの最近覆面パパ多い気がするが、すごいポケモンでも見た気がするが。その瞬間、弱虫、泣き虫、いじけ虫の大嫌いなエルエルはいなくなりました。ああ、そうなんじゃ。エルちゃんはマスクをつけて、ねえ、すごい。自分もね、すごい奮起させとるんじゃね。あ、温泉行くと、温泉行きたい。そして、当てたい。勇猛果敢、世界最速、最強ウマ娘のエルコンドルパサーが生まれたのです。このポーズかわいい。あれじゃね、あのリングフィットネスのビクトリーポーズじゃね、これ。このマスクに誓って私は必ず世界最強のウマ娘として名をとどろかせてみせますですよ。おお、すごい。無理しちゃダメじゃよ。あ、ね、石山さんね、そうそう、あの読み込み中のヒントによく書かれちゃうよね。すごい、ま、マンボちゃんに取られちゃうのね。え、マリアさんに、ね、当てたい。平気です、平気です。ねえ、スカーレットニードルさんね、なんかこの育成でさ、なんかそのマスク選択しとるイベントとか見れたら良いね、すごい。あ、そうです。今日はちょっとさまざまなあれがあれですが、あ、サンダーさん、ありがとう。遊びに来てくれてありがとうね。あ、高評価ありがとう。また遊びに来てね、待っちゃるよ。ふふふ、エルには分かっていますよ。何しろあなたは真っ先に私のところへスカウトに来たトレーナーさん。実はエルとトレーニングがしたくてしたくてうずうずしていましたね。いやー、でもそれはある、それはあるね。すごい、ずっと待たされてるからさ。その願い叶えて差し上げます。次はトレーニングコースで会いましょう。じゃあー、じゃあー。ててててー。あー、これでトレーニング、いや、ちょっと休ませてあげようよ。ねえ、タッキーさんね、心にマスクをつけようと、心の弱さはね、いや、その前に足が、ウマ娘の命の足が。ね、本気のメニューを考えんといけんが。いや、もうあっという間に4話。え、ただコンドルなのかは、ある歌手の歌に、エルコンドルパサーっていう曲、へえ、そうなんじゃん。日本語名だと、その曲が、コンドルが飛んでいくも、多少、へえ、お歌から来ちょるってこと？あ、ねえ、そうそう、石山さんね、そう、メインストーリーのね、最終章公演、めちゃめちゃ楽しみ、20日ね。できればすごい20日のタイミングでみんなでね、見れたら良いんじゃけど。来週、再来週じゃよね、すごい。楽しみ。羽ばたけコンドル、世界最強の空へ。すごい、最終回みたいなタイトル。あ、奥村さん、いらっしゃい。エルちゃんの影響で、タコスのスナック菓子。いやー、美味しいやつじゃん。いいなぁ、いいなぁ。ちょっとうちも食べたくなってきちゃった、タコス。美味しいよね、あのスナック菓子。牛乳とね、一緒に飲むとうまうまじゃね、あれ。後日、エルちゃんは約束通りトレーニングにやってきた。サイモン&ガーファンクルのカバーが、コンドルは飛んでいく。コンドルは飛んでいくっていうタイトルなんじゃね。二つ。
ねえ、ヒロさんが言うちょったやつじゃん。いやー、ねえ、これさ、石山さん、うち思ったんじゃけどさ、今さ、最終章のさ、後編でさ、モンジューちゃんがちょっと来るんじゃないかってお話になっちょるか？これ、モンジューちゃんがもしさ、実装されたらさ、エルちゃんのストーリー、大幅アップデート今回ね、これ。ね、いい最終回、すごい素敵なタイトル。あ、夜空さん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。大丈夫じゃん、まだね、ストーリーじゃから大丈夫。ね、すごい、マスク外したね、エルちゃんはすごい、可愛いってことが分かったよ。不当不屈の馬娘、エルコンドルパサン、怪我を乗り越え、華麗に登場でーす。あ、コンドルが飛んでいくは聞いちゃるだけで、高原にいる気分に、聞きたい、ちょっと。あるじゃん、ちょっと、どうしよう、せっかくじゃからさ、明日、明後日のね、すごい、ね、JRA のやつとかで聞けるんかな？ないんかね？聞きたいね、すごい。ねえ、いや、マリアさんわからんよ。メインストーリー後半はさすがにほら、熱いストーリーかもしれない、すごい。わーって盛り上がりはすると思う。ねえ、石山さんね、すごい楽しみ。いや、これで、エルちゃんのね、すごい、凱旋門のお話とか来たら、むちゃんこ熱いね。作業時に聞くのもあり。そうじゃね、そうじゃね。おはよう、エルちゃん。あ、どうも、おはようございます。トレーナーさん、落ち着いてますですね。すごい、スンって返された。ファッションって、フライングトレーナーさん。おはようでーす。とか、来るかと思っちゃったんじゃけど。それで、それで、今日は一体、どんなウルティモトレーニングを？ウルティモトレーニング、ねえ。石山さんね、そうそうそう。新しく来たね、鶴丸つよしちゃんも本当に気になる。カズカズさん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。あ、サイモン&ガンファンクルは名曲多いので、あ、おすすめ、本当にありがとう。ちょっと待って、メモする。サイモン&ガンファンクル。ウマ娘メモ帳。以上。どうじゃろうね、マリアさん。いや、気になるだ。あ、母を訪ねて3000里のオープニングに似ちょるの。世界最強、エルちゃん。ねえ、夜空さんね、すごい。今ね、すごい。選抜リースもじゃけど、すごい。エルちゃん、めっちゃ頑張ってくれちゃう。トップスピードを維持してコース30周！日が暮れるまで半路ダッシュ！あ、そうなんじゃ、石山さん。あ、グラスちゃんとツヨシちゃんになるんじゃん。フォークデュオの名前。フォークデュオの名前が、ね、すごい。作業用にちょっと後で調べてみる。ねえ、マリアさん、いや、どうだろう、ストーリーでも気になるよね、すごい、楽しみ。脚力を鍛えるために、両膝蹴りトレーニング。テキサスコンドルキック。スタンハンセンの対戦は、エルちゃんとスタンハンセンの対戦は、未だに伝説。いや、スタンハンセンでも名前がすごい強そうじゃねえ。エアジハードちゃんもまだ存命。いやコンドルは飛んでいくわ。そうじゃねえ。タイトルだけでこうピンときちょらんだけですごい。フレーズ聞いたらさ、あ、この曲なんじゃってなると思う。もしかしたら。トレーナーさんを背負ったまま街中ランニングとかもいいですね。いやー、それ絶対腰に悪い。ダメダメダメ。今日はダートを軽く走ろうかいね。なるほどなるほどなるほど。ダートを軽く。あ、そうなの、旅ガラスさん。そうなの。いや、スタンハンセンさんで、そう、いや、そう、スタンハンセンさんからお名前もらったお馬さん、ほら、ねえ、みんなほら、ね、変わったねえ、お馬さんの名前いっぱい教えてくれちゃるからさ、ほら、
炭治郎がおるんじゃ、炭治郎。炭治郎がおるんじゃから、スタンハンセンってお名前のお馬さんも、俺かと思うが、騙された、騙された。って、すみません、お耳の調子が悪いのかな。トレーナーさん、今なんと？で、足に負担かかった一件からダーッと軽く一言一句同じ、今日はダーッと軽く走ろうか。何ら変わらぬお言葉、壊れたレコーダーですか、あなたは。いや、なんかすごいタマちゃんと同じくらいすごいツッコミが気持ちいい。エアジーハードちゃんね、タマちゃんね、ほんといろんな子ね、ママ住み化してほしいけど、なんか今コメントでもね、すごいちょっとね、かわちゃんも言ってくれちゃったけど、つれまるつゆしちゃんの許可もすごい、降りるの大変じゃったんかな。なぜ、なぜなのですか、トレーナーさん。エアジハードちゃんはコスプレ大好きな子になるんじゃ、じゃね、ウマ娘化したらすごいね、いろんな衣装着てくれそう。エルはいずれ世界最強の名を欲しいままにするウマ娘、覇者たちの飛び交う空を滑るコントル、コンドル。ちんたら地面を歩いている暇は1秒だってありはしないのですよ。ね、いや、そうは言うけどさ、保健室のあれ見たらさ、あ、ねえ、そうそう、タミガラスさんね、ほんまじゃねえ、すごい。ね、なんか何ヶ月もかかるって聞いたが、すごい。ね、一人の子、ね、作るの。凱旋門で今年の王者を二人いたってのは悔しかったから。芝もダートもいけるエルちゃん。ね、デジタンちゃんもすごいんだよね。デジタンちゃんもすごいって聞いたが。基礎トレは大事。ほんとそれ。まあまあ。まあ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 。わかりました。一旦走ります。でも、気が変わったらすぐ行ってくださいね。いやー、すごい。上目遣いのエルちゃん、かわいい。お名前で引っかかっちゃる。あー、そんなことあるんじゃ。確かにね、マリアさんね、確かに、ちょっとね、あれ、ね、すごい、繊細な、あれだよね、ちょっと。いやー。ね。難しい問題じゃね、それ。あ、旅ガラスさんね、でもね、成田トップロードちゃん来たよね、すごい。アニメもね、すごい、メイン張りそうですし、すごい楽しみ。夜空さん、エアジハードちゃんは、あ、メンコってあれじゃよね、ちょうど今エルちゃんがかけちょるような、大まさにつけるマスクみたいな、あれじゃよね。確かキングちゃんのね、育成しとった時もみんなにメンコのお話しちょったが。はあ、こんな普通のトレーニングで、世界に羽ばたけるのかな。ねえ、マリアさんね、ちょっとね、そうそう、アンさんね、そうそうそう。ねえ、だってオープニングでね、やっと会えたねっていうぐらいすごい大変だったんじゃもんね。ふぅ、言われた通り、軽く流してきましたですよ、トレーナーさん。おぉ、偉い。そうそうそう、そう、足の調子はどうかいや。特には。痛みとかも全然ないですよ。あ、よかった。あ、そうじゃね、そうじゃね、ね、石山さんね、そうそうそう、ご存命だったらなおさらだよ。織田信長ほどね、ね、フリー素材化しちゃいけんからね、そういうのね。サッカーボーイちゃんも馬娘がきついらしい。あ、存在は似合わせちゃうけど。あ、バクちゃんありがとう。こちらこそよろしくじゃよ。エアジハードちゃんはめっちゃ人が大好きな、すごい。そんなの聞いたら余計に来てほしくなっちゃうね。あ、もしかしてトレーナーさん、私を気遣って足への負担が軽いダートトレーニングを。ダートは地面が柔らかいから。でもすごい、芝の方も柔らかい気がするが。いやいやいや、トレーナーさん、世界最強の馬娘として君臨するのにそんなこと気にしてる場合じゃないですよ。
へえ、そう、あ、そうなんじゃ、ジハードちゃん、そうなんじゃ、すごい可愛いね、誰にでも来てくれるって。あ、芝の方が足に負担が大きいんだ。あ、てっきりちゃんの草の方がさ、ふかふかしょるイメージだったから。へえ。いや、ジハードちゃんは、マイルを、マイルをじゃったらね、王様じゃったら来てほしい。そう、怪我だらけじゃ世界最強になれない。いや、もう、エルちゃん一緒に馬娘に決めよう。足、健康の大切さを一緒に噛み締めよう。あ、それはそうかもしれませんですが、でも、あ、そうなんじゃん。ディープインパクトちゃんもダメなんじゃん。サッカーボーイちゃんも、あー。ノースフライトちゃん。ねえ、もうみんなね、ほんと、気持ちは一緒だよね、すごい。推し猫が来てほしいよね、すごい。くさくさ、エル・ショーンボリです。あなたが考えてくれるトレーニング、すごく楽しみにしていたのですが。あ、まさひろさん、あ、あれじゃね、ちょうどあの、一気でやっちゃったあのさ、ウンスちゃんとかのレースでやっちゃったウッドチップのコース。オルフェーブルちゃんもブエナビスタちゃんもきつい。もしかしてあなたは最初からエルのことを信じていなかったんですか。いや、信じちゃるけどさ。あ、観測さんいらっしゃい、こんばんは。ね、最終章後編のね、そう、予習になりそう。芝は根が張るから、あ、地面をえぐる形に。なるほど。ダートより足への負担が。なるほどね。旅柄さん、これはヤシロ台って読むんかね。ヤシロ台グループのお馬さんと、金子オーナーさんのお馬さんは、今のところ、あー、なるほど。ね、いや、オーナー様すごい慎重になるよね、こういうのってすごい。うちもなんか同じ立場だったらちょっと慎重になっちゃうかも。ただのビッグマウスなエルコンドルパサーには基礎トレぐらいがちょうどいいと。あ、ねえマリアさん、うん、ナリブーちゃんの時もダートコースね、競走馬としての活躍期間も。あ、車台、車台って言うんじゃん。車台、車台グループって言うんじゃ。なるほど。あ、旅ガラス先生、ヒロ先生、ありがとう。あ、活躍期間もやっぱりその、足の負担で、ダートの方が長い傾向があるんじゃ。ええー、そうなんじゃ。本気で、世界最強になれるだなんて思ってはいないと。いや、世界最強にはなれると思っちゃるよ。ね。エルちゃんはね、すごい最強だと証明したいっていう気持ちはあるか。うん、その熱い目はやはりこのトレーナーさん、パッション。しかしまだわかりません。ならばなぜこのトレーニングなのです。うちも知りたい。世界最強にふさわしい体を作るため。ふさわしい体。ね、どういうこと。ダートはすごいその体を鍛えるのに宴会ね。あ、なるほど。まだデビュー前じゃもんね。ね、石山さんね、そこはやっぱりね、ちゃんとしときたいよね。許可じゃないけど。あ、メイケンエールちゃんとか逆にそうなんじゃん。あー、そこのグループとオーナーさんのお馬さんがどれだけいるか。地方競馬で長く活躍するお馬さんが多いのは。なるほど、松弘さん、確かに。うららちゃんもすごいね、長く元気なイメージじゃね。エールちゃんも当分現役、すごい。最大手なんじゃん、車台グループって。金子オーナーは日本で一番の個人馬主。野球ゲームで巨人と阪神が。すごい、巨人と阪神が
がいないのに。タミガルスさん、その例えやばすぎ。え、そうなの？いや、巨人と阪神がおらんの。いや、これでさ、巨人と阪神来たら、めちゃめちゃ盛り上がってしまうが。いやー、スターホースか何かで。そうなんじゃん。なるほど。なるほど、なるほど。わかりました。あ、タキオンちゃんも社内生産っていうんだね。ヒロさん、監督さんね。いや、大事だよね、すごい。ねえ、そこはデリケートじゃねえ。あ、ねえ、かおちゃんね、そうそう、新しい子ね、まだゾクゾク来とるんよね。楽しみじゃねえ、ほんとに。あ、いえ、途中ちょっと専門的な話が増えて、今割と頭ぐるぐるエルですが、とにかく、トレーナーさんの本気は、バシッと伝わってきました。ですから、確認の意味も込めて、一つだけ聞かせてください。お、なんでなんで。ターフの上を飛ぶがごとく駆け抜ける世界最強の馬娘、その名はエリコンドルパソー。あ、エンショー。はい、ブエノ。あ、そうなんじゃ。コパのリッキーちゃんはノリノリ、ドクターコパさんはノリノリ。いや、ねえ、いや、でもさ、自分のさ、お馬さんがこんな感じでゲームに出たらすごい嬉しいが。迷いなくそう答えてくださるなら、私はあなたを信じます。エルちゃんはそう言って満足そうな笑顔を見せてくれた。ふむ、でしたらちょっと登場からやり直しましょうか。登場？ちょっとそこで待っててくださいね。ねえ、タミガラスさんね、そしたらね、巨人と阪神ともね、お話がつくかもしれんね。いい折り合いつけて行きますですよ。トウ、疾風怒涛と駆け抜ける電光石火の馬娘、その名はエルコンドルパサー。おお、バシッと決まったね。バシッと。ブエノ社内ファームにノーザンファームとかが。あ、そうなんじゃ、裏ちゃん。ねえ、よそらさんね、そうそうそう、うちでもお名前しとる子もね。そうなんじゃ。オルフェちゃん、ジェンティールちゃん、国内のでも許可を取るのが大変なんじゃから。ねえ、そうそう、スカーレットニードルさんね、みんな PV でわーわー言うちゃったもんね。すごい、モンジュちゃんね。そしてまたの名を、あなたの担当馬娘、今ここに参上でーす。いやー、エルちゃん元気。というわけで、トレーナーさん、これからどうぞよろしくお願いしますです。いや、そして礼儀正しい、こちらこそよろしくお願いします。ブエノは英語で言うところのグッド。あ、なるほど。じゃあすごい、エルちゃんブエノじゃね、本当に。ナリブーちゃんと鈴鹿ちゃんの間の世代が。あー、そうなんじゃ。え、まだこれよりもすごいのあるの。いや、あんねあんね、タミガラスさんさ、ウマ娘でさ、少しずつ実際の競馬のさ、お話さ、聞きかじってさ、わーすごい、わーすごいって言っちゃうんじゃけどさ、ね、阪神と巨人がおらん。ね、うちはまだ阪神と巨人の試合見ちょらんってことよね、すごい。なんかすごいテンション上がってきちゃう。まだ全然知る、ね、びっくり感動するところいっぱいあるんじゃん。さあ、それではトレーニングを続けましょうか。なんならトレーナーさんも一緒に走ります？世界最強の馬娘
並び立つ肉体的にも世界最強のトレーナー。それもそれでありだと思いませんか。ありありあり、大ありのあり。いや、競馬にはまだまだ数えきれ、いやどうしよう、ちょっとテンション上がってきちゃう。それはそれでは間違っちゃらん状態が、鈴鹿ちゃんじゃと、さつきとダービー、ほんと、サニーブライアンちゃんがおらん。あ、ねえ、なんかそう、コメントでも時々ね、そうそう、本当はここにこの子がっていうの確かによく聞くが。あ、ちょっとトレーナーさん、逃げない逃げない、そんな顔をしない。ねえ、まさひろさんね、石山さんね、そう、そういうこともあるからさ、すごい慎重になるのはすごいわかるんよ。難しいよね、ここって。あ、そうなんじゃん。あやちゃん、そうなんじゃん。サニーブライアンじゃん、すごい。名前もかわよいね。トレーナーさんの、あの本気、あの言葉、あのパッション、エルは、超感激しました。いやエルちゃんすごい元気な子、これからすごい楽しい、すごいあるじゃね、すごいエルちゃんとのね、すごいトレーナー契約はね、すごいサクッといけた気がするが、ちょっとね、肩の力を抜いてね、エルちゃんと一緒にこれから育成ね、頑張れたらよいな。暑い、暑すぎる、そんな時こそホッ、よいしょよいしょ。いやー、まさひろさん、だって、じっくり見たいが、じっくり見、みんなと一緒にじっくり見たいもん。いやー、でもすごい、マスク外したエルちゃん見れたのは、本当に感服。いやー、こんな一面もあったんじゃね、すごい。あー、なんかさ、アニメのさ、電話越しの会話あったが、ね、さっきもね、コメントで話しよった、マスク外しとったんじゃないかなって思うが、ねえ、あやさんね、そう、みんなね、そう、お馬さんだけじゃないからね、厩務員さんとかね、その、騎手さんとかね、いろんな人がおるからね、そこら辺ね、すごい、思いやり持ってほしいよね。あ、これももう、フラッグでもなんでもないの、こう、オフサイドトラップのメインのために、ね。マリアさんの、今日はね、さすがに、いや、11時までには切り上げたいと思ってるよ、ちゃんと。もう、ほいちゃんほいちゃん、青春杯のね、すごい設定からいくね。はい、桜爆心王です。エルコンドルパサー、エルちゃん、よろしくお願いします。長距離をね、すごい A 補正にしてあげた方が良さげな気じゃね。タイテームオーナーさんが、あ、ね、ねえ、KBY さんね、ほんと。あ、これはもしかして、早速、おすすめでも、おすすめで早速、あ、早速うちの新しいおぐりちゃんが決定されとる。あ、奥村さん、いや、でもね、すごい振り返る。遊んじゃったらさ、本当にあっという間じゃったんじゃよ。確かにね、すごい。みんなにはすごい長時間ね、すごい見守ってもらってから、本当にね、すごい感謝しかないんだけど、遊んじゃるとあれ、あっという間じゃから、本当に。今日、すごい、うちとしてはすごいさ、ね、まだまだ遊べるって感じなんだけど、ちょっとね、配信の尺としては、もう少し冷たいよね、やっぱり。エルちゃんはスピードとスタミナが欲しいね。スピードとスタミナ、長距離で補正がかかる子おらんかね。あ、会長さん、気がついたらまたね、でも本当にね、すごいみんなにね、見てもらってから本当に楽しいが。
マルゼンさんの一つ前の世代の、あ、東証ボーイちゃん。ねえ、旅ガラスさん、いや、レースがこれ楽しいんだよ、本当に。めちゃめちゃ応援しちゃう。自分のさ、すごい、推しの子じゃからさ。あ、ねえ、桃鉄11時間ね。うちもさ、バイオの実況の時、ほんまに長くなってしまったからさ。ね、楽しいのはでもね、いっぱいやるべき。ヤクモさんの東海帝王ちゃんすごい相性良さそう。見て見て、長距離めっちゃ伸びてる。確かに確かに、エルちゃんのね、シニアの6月前半に、なんかマイルカップと、NHK マイルカップと、チャンピオンシップ、あとね、安田記念も勝たんといけんが、12時間かかった。いやー、でも、それぐらい、限界感しちゃうわ、娘。楽しい。あ、そうなの、あやさんね、この夏ね、ちょっとね、せっかくじゃからさ、ペルソナやりたいと思っちゃるの。ね、またね、ちょっと枠が取れたらまたね、宣伝するな。ね、ペルソナやりたいよね、ちょっと。あ、スカイゼロさんのウスちゃんすごい。これ新章のウスちゃんじゃん、かわいい。シナリオリンクのサボ感を重視した方が良い。ね、帝王ちゃんで20丸。愛称ボーナスだったかいね。12時間近くやって1年限界化しすぎ。ジュノさんのクリークママも良さそうじゃね。あ、そうじゃ、マーリアンさんの、マサヒロさんの、会長さんの力をお借りしよう、せっかくじゃ。ちょうどあれじゃね、長距離が伸びちゃる、この子にする、決着。ね、デッキ、サポートカードはね。あ、タッキーさんね、会長さんで行く。会長と会長の最強コンボで行く。シナリオリンク。シナリオリンクじゃったら、これがすごい良いっておすすめされた。これも良い。あと、デジタンちゃんの育成で。ねえ、厳しいっすわ。厳しいっすわ。キングちゃん。あ、ねえ、まさひろさんね、頑張る。会長さんの力をお借りするね。あ、月の間さん、こんばんは。遊びに来てくれてありがとう。今からね、デッキ組んで遊ぶところじゃねえ。シナリオリンク。リコちゃん欲しいね、リコちゃん欲しい。どうしよう。うちね、リコちゃんもっちょらんじゃよね。お借りしようかいね。あ、福来たるちゃん、うららちゃん、大輝ちゃん、ライスちゃん。リコちゃんが、青春リンク。あ、これにしちゃおう、これにしちゃおう。うららちゃんとリコちゃんね。あ、たまちゃんありがとう、頑張る。ほいじゃん、ほいじゃん。ね、フレンドの方からリコちゃんの力をお借りしよう。ね、うららちゃんリンクついちゃる。ショップで売っちゃった。ショップで売っちゃったね、すごい。リコちゃんで頑張るが。あ、下月さんの、じゃあリコちゃんお借りしよう。スタミナに補正、スタミナがパワーに入れちゃらんと。ライスちゃんがおるでしょ。遠心フラスちゃんかね、遠心フラスちゃん。
あ、これで良さそう。これで良さそう。ほいじゃん、ほいじゃん。あ、貫突借りた方が良い。上限解放。リコちゃんは最悪、レア貫突。マスクドゴルシ、気になる。うちもすごい気になる、それ。さっきからね、コメントで見ちょろんじゃけど。貫突リコちゃんおる？うちさ、リコちゃん貫突しちょらんのじゃよね。ね。いや、おらなさそう。おらなさそう。レベル順に並び替えた方が良い。よいしょ、読み込み。あ、トワルさんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。いやー、そう言ってもらえて嬉しいが。いやー、サポートカードもいっぱいあるね、いろんな種類が。かわよいなー、イラスト。ちょっとあれじゃね、なかなかなさそうじゃんから、これでいっちゃおっかな、リコちゃん。リコちゃんがね、おったらすごい助かるな。あ、まる、頑張って探した。もう一回ちょっと見て、もう一回最後見てみる。レベル順でしょ？ 3 突なら。本当 KBY さん。あ、ヨズラさん、おった。ねえ、レイチャちゃん。そうじゃよね。うちはなんとか貫突できちょるのが、ね、ウィンディちゃんなんじゃよね。必殺剣、必勝剣。一周するまでリロードして探してみましょう。はーい。カルちゃん。KBY さん、ありがとう、ありがとう。ちょっと必勝券探そう。いやー、みんなありがとう。すごい、めちゃめちゃ助かるが。あ、月の輪さん、ありがとう。いや、すごい助かるよ。うちの福来たるちゃんとかね、他の馬娘の子はすごいね、レアカードは突出しとるんだけど、リコちゃんはね、まだ突出しとらんかった気がするが。どうかいね、どうかいね。あれ？もっかい、もっかいかね、もっかいかね。理事長代理は、ねえ、夜空さんね、うちも来てほしい。来てほしいんじゃよ。せっかくじゃからね、KBY さんの、KBY さんの、ニコちゃん使いたい。ねえ、月の輪さんね、そうそう、マニーが足りんくなってしまうよね、マニーが。フレンド、フレンド。絞り込みの方がいいんかな。ねえ、ちょっと待ってね、KBY さん、もう一回ちょっと読み込んでみる。ねえ、そう、ダッキーさんね、マニーの管理みんなどうしたらよいんじゃろう。ちょっと待ってね、もう一回読み込んでみる。KBY さんのおらんかいね。ログインし直さないと更新されんかった気が。あ、ほんと、あ、じゃあ、ちょっと待ってもらっていい？ちょっとみんな。ちょっと待ってもらってよいい？ここまで来たらせっかくじゃからね、使いたいから、ちょっと、ログインし直す。
一旦これ切ったのさ、立ち上げ直せばよいよね。いやあ、ヒロさんお金持ち。ちょっと待ってね、じゃあもう一回ちょっと一旦シャットダウンして、よいしょよいしょ、ピロリンって音が鳴ったはずじゃね。サイゲームス、サイゲームス、プリティダービー。日は落ちれ、メニューからタイトルに戻れば、それでも良いんじゃ。明日のサイ、はい、桜爆心王です。あ、350万、みんなすごい。メニューからタイトルで大丈夫なんじゃね。そうなんじゃ。ちょっと今度からそっちにしよう。ピロリンってなってしまうけんね。エルちゃん、エルちゃんでお任せで、ここを会長にして、次ほいでほいで、うららちゃんでしょ。うららちゃんとここも、ふぐきたるちゃん、ここを、スタミナ、こっちにしとこうかいな。あ、KBY さん来ちょる、ありがとう。早速じゃあ、これでいく、これでいくが。イベントブースト。ほいじゃほいじゃ、早速エルちゃんこれで行ってみようと思うか。さあ、いよいよ始まりました青春杯。青春杯、力が溢れ出しそうです。勝利の鼓動ねえ、まさひろさんに頑張る。あ、マリアさんもありがとう、頑張るね。早速でもねえ、 KBY さんありがとうね。リコちゃんの力お借りしますね。正解だ。あ、マサさんありがとう、ファイト、頑張る。エルちゃんほんとブエノーじゃね、すごい。いいえ、今日から担当馬娘とのツインクルシリーズへの挑戦が始まる。ねえ、月の間さんね、リコちゃんの力お借りします。あ、ヒロさんすごいね。あの、今度のアニバーサリーとかで、ね、何が来るかすごい楽しみちゃうよね。すごい、うちもさ、貯金ね、どのタイミングで使おうかすごい悩んじゃる。あ、まるちゃんさん、初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ちょうどね、今、育成始まったところです。あ、クライマックスの方が、マニーが多くもらえるけん、なるほど。うらちゃんさん、そうなんじゃ。まあ、クライマックスの方が、お金いっぱいもらえるんじゃね。もしかして上からかね。木の上から上の。いや、これあのトレーナーさんからしたら冷や汗ものなんじゃけども、あの馬娘にとって足は命なんだからさ。いや、エルちゃんなら大丈夫だと思うけどさ。いやー、顔は元気、本当にもう元気の塊。あの、たまちゃんの時とはまたあの元気度がまた方法全然違うか。あ、レースに出ればその分マニー増えるね。うちはのあれじゃね、あのデイリーのね、すごいあのマニーのレースいっぱい出ちゃる。
醒までに90分。嘘、そんなに。ほんとさ、9時半になっとる。あ、崩壊惑星さんいらっしゃい。初見さん遊びに来てくれてありがとう。ね、エルちゃんの素顔ね、さっきのストーリーも見たけどすごい可愛かったね。クライマックスちょっと多くもらえるんじゃん。ねえ、撮影戦闘。おはよう、エルちゃん。足は大丈夫かいね。無理は。あ、ヒロさん、ありがとう。エルヌメロ、ウノ。ウノ、ウノ。ウノって1っていう意味じゃったかいね。ナンバーワンを目指す私の野望はアンデス山脈より大きいのですよね。あ、ウラちゃん、マリンに余裕ができて覚醒レベル上げまくったら優勝例がないという。ねえ、そう、アイテムもね、アイテムも足りんくなるよね。あれじゃよね、なんかのレベル上げるのに、なんかのアイテムじゃよね、なんかトロフィーみたいなやつ。心と体がまだ成長しきってない。ヒナのまま世界一高く飛ぶことはできない。いやー、これでまだヒナじゃもんね。すごい、本当に勇猛じゃね。ねえ、月沼さんに、そうそう、ウノを出すドレス。ねえ、タッキーさん、ヌメロンネットワーク。デッキから効果発動。あ、ヤッサンさんいらっしゃい。ねえ、エルちゃんね、すごい可愛い。いやー、ちょっとね、アニメとはまたちょっと違った一面が見れてすごい楽しいよ、エルちゃんの育成。ライバル、やっぱりグラスちゃんじゃない？うん、あ、ここもケンって言っちゃう、ケンって、うん、何？同期には強い馬娘がたくさんおる。清楚の中にこの混成って読むんかね。炎を宿す英才グラスワンダー。ねえ、マリアさんね、そうそう、やっぱりレースに出んといけんもんね。けっ、クエ、ワッ。なんて読むんじゃろ、紺色の。根性ね、根性。根性の炎を宿す英才。すごい、あ、ちょっと気持ちの根性もかかってそう、かかってそう。どうも。グラスちゃんは存命。ねえ、長生きしてほしい。あ、ねえ、ヒロスさん、根性、群青。群青色ね、これ、群青色。ねえ、そう、レース出まくるしかないもんね。あ、根性のフィスト。そうじゃ、コナンのタイトルじゃん。あ、ヌーベ、流れる雲のごとく、ひょうひょう。でも、やるときはやる。男性の視覚、声優スカイ。エルちゃんももしかして、四字熟語を使ったりせんよね。まさひろさんの会長さんの演習を継いで。すごい、体操なのに突っ込んでくれちゃう。根性でもね。連集めするなら、オグリちゃんが短距離だけ上げれば、どの G1 でも対応できる。オグリちゃんってやっぱりすごい、タイだって読むんじゃ。タッキー先生ありがとう。
世界最強を四字熟語扱いするかどうか。で、いや、まさひろさん大丈夫。大丈夫じゃん。ここで一緒に勉強しよう。うちもお友達。いや、もうね、すごい。みんなに教えてもらって、本当に、ウマ娘は国語の勉強にほんまになる。エルちゃんね、四字熟語、世界最強だけはすごい使えそう。いつだってエルより、態度 LL。一流の看板で、場外乱闘。場外乱闘する、愛すべき王、キングヘイローちゃん。私こそ一流かわいい。スペちゃん。でも、マリアさん、そうなんじゃん。かわよいね、すごい。いやー、でもね、すごい頑張ったからさ、すごいね。ね、ゆっくりしてもよいが、ね、くつろいで。運動マシン乗せられちゃうの、すごい。草なんじゃよ。ね、スペちゃんすごい簡潔、でもすごい。一言で言えるところがすごい、スペちゃんのいいところなんじゃろうね。みんな大好き、スペちゃん。トレーナーさん。タッグを組むときの、ね、さっきの、ストーリーの1話から4話までのお話の。世界最強！世界最強！ね、エルコンドルパさん。ですね。ねえ、スカーレットニードルさんね、グラスおじいちゃん、そんなことになっちゃうんじゃ。ね、想像したら笑っちゃうね、すごい。ね、がっちりタックね、フライハイ。そうそう、なんか言っちゃったね、タンポポもしゃもしゃしちゃうって聞いたが。いきますよねえ、タッキンさんね、キングちゃんと、ウンスちゃんとね、スペちゃんと。あとはあれじゃね、ウマヨンのね、アニメ的なメンバーで言えば、鈴鹿ちゃんも来てほしいね。あ、そうなんじゃ、マリアさん。チケゾーちゃん元気、すごい。いやー。いやー、でも、ドーマさんも人間さんも一緒じゃよ、やっぱりね。お年を召してもやっぱり、運動は習慣にしとかんとね。ねえ、夜空さんね、すごい。黄金世代、すごい。おぉ、鳩さん。鳩が舞っちゃった。120ポイント。トレーナーさん、メニューの指示をください。グラスちゃんもタンポポ大好きで、放牧地のタンポポ。いけんね、食べ尽くしちゃいけんね、絶滅しちゃう。ねえ、月の間さんね、すごい。ガチャね、楽しみ。ガチャしたい、早く。ハーフアニバーサリーでね、なんかの動きがあったらさ、回したいんだけど。ねえ、ウラちゃんね、すごい。強い時期のスペシャルと、いやー、なるほど。だからちょっとあれなのかな、すごい。他のみんなよりもちょっと感想が薄味だったのは。あ、チケゾーおじいちゃんが砂浴びから立ち上がるスピード、若々しい。そうなんじゃん。あ、今のリアル競馬も新黄金世代ってくらい、言うちょったよね、なんかの、この前の帝王賞とかすごい、宝塚じゃったっけ。ねえ、みんなすごい話題にしちゃった。ニュースでもなんか見かけたが、まずは絆上げじゃね。そうそうそう。でも、ほら、みんな言っちゃったが、最初の1ターン目、2ターン目は、調子を上げるところから始めた方が良いって。エルコンドルパサー、ここまずはちょっと1ターン、2ターン目まではちょっと、お出かけするが。あ、でも体力増えるかもしれんから、スピードはちょっとやっとこう。エル入場。2ターン目は、お出かけ。ブエナ
とわせ。ええ。あ、リコちゃんおる、あ、そっかそっか、リコちゃんがおるから調子上げる必要ないんじゃん。そうじゃ、警備員 Y さんもリコちゃんおるもん。そうじゃった、あ、すごい楽になりそう。リコちゃん踏んだら調子上がる。リコちゃんいっぱい踏んじゃん。タンポポずっと食べちゃったってつい食欲があるのはすごい良いこと、食欲があるのはすごい良いこと。ふんふん。おー、ここはね、休むべきかね。嫌です。すごい怒られちゃった。ケミワイさん、初回ね。うん、リコちゃん優秀ね、すごい。もうもうもう、そうですね。さあさあ、トレーニングの時間です。ほいほいほい、早速もうね、プロローグも終わって、リコちゃんの顔見せも終わって、スタミナ上げたいが、ねえタッキーさん、リコちゃんは踏まそっち、いやスカルトニードルだ、そんなひどいことしたくないリコちゃんね。いや、あれね、リコちゃんとね、すごい練習の話、トレーニングの話をすごいしたいが、ねえ、リコちゃん踏めるようになった。でも、ここにはまだ来ちょらんが？ひとまずスピードとスタミナを必須上げたいね。二人おりおるから、とりあえずこっちかな。賢くなります。賢くなります。おやすみ。ねえ、KDY さんね、いや、どうじゃろう、でも8連続出走させるうちとね、リコちゃんはすごい、あれでも優しいからね、すごい S じゃないと思う。飛び立つ準備できてます。ね、ほらまだ、あ、ねえ、まだリコちゃん出てこんが、とりあえずここじゃね、よいしょ、行きますよ。キスナーゲとアロハルゲージ、どうすか。オタクの美学。中央広場を通りかかると、デジタルちゃんが物陰から、キングヘイローちゃんの様子を。キングちゃん、なんかあったんね。おひゃ！あれじゃよね、旅ガラスさんね。そう。踏むって言うたから嫌われた。ありそう。どうしよう。あら、ねえタッキーさんに、タッキーさん、えっちゃんに記事書かれちゃったらもうすごい大炎上じゃよ、トレセン学園。ねえマリアさんね、早く来てほしいんだけど。心配。何？あれじゃよね、タズナさんと双璧じゃね、リコちゃん。あ、そもそも、あ、まだなんじゃん。リコちゃんには踏まれたい。踏まれたら痛いが。切腹、もとい。いつもとあまりに違う状況のキングさん。ええ。コールミークイーン。女王様とお呼びってやつかね、一回ね。
ね、まだなんじゃね、ちょっと、まっちょこまっちょこ。トリマキーズのお二人は、遠征でお留守。ええ。ぐにゃぐにゃ。あ、モーニングキングコールがない、異常事態。異常事態なのそれ。たまたまじゃない、たまたま。そういう日もたまにあるんじゃない？詳しい。ああ、なるほど。でもね、すごい。リコちゃんはすごい素敵な女性じゃよね、本当に。憧れちゃうね。いやー、トワルさん、無理無理、そんな、踏むとかできないもん。権利をあげる。ファンとして、応援する権利。公式の応援権利、ありがとうございます。さあ、あれじゃね、ちょっとこの前の応援イベント思い出しちゃう。はい、キング誰よりも強い勝者もう月の輪さん、オフーナを買う権利とちょっと違うが、ちょっと違うが、それは。ねえ、旅ガラスさんね、そうそう。みんなで仲良くしよう。ね、いや、でもね、踏むとか叩くとか、そういう、罵るとか、そういうのがご褒美の人も、おるにはおるね。ね、ゴルシ公認のやべえやん。ゴルシちゃんも認めちゃるの？この前もさ、この前ね、ゴルシちゃんも、里のダイヤモンドちゃん、里のダイヤモンドちゃんだったっけ？この前のなんかイベントでもあったよね、すごい。ゴルシちゃんがさ、ちょっと引き気味ちゃったやつ。ね。この未来は、輝かしく。誰もが憧れる馬娘。アグネスデジタルちゃんは勇者を戦場選ばないというかっこいいなんでさそんなお名前ついちゃうの。ね、いや、タワルさんね、それじゃったらのうち褒めるのしたい、みんな褒めるのしたい。ねえ、マサヒロさんね、そうそう、ダイヤちゃんもゴルチ公認のやべえやつ。もしかして、ウマ娘ってやべえやついっぱいおる？デビュー戦負けるし。あ、スカーレットニードルさん、あるあるすぎてつらい。うちも最初の頃そんな感じじゃったね。キングヘイロー！すごいわ！ねえ、マリアさんに、うちもダート走れる子いっぱい来てほしい。デジタンちゃん、マジで優秀なので。いやー、羨ましい。うちもお迎えしたいな。一流の走り、見せてあげるわ。ねえ、ウラちゃんさんね、キングヘイロー、キングヘイロー。変態とか勇者とか言われちゃう。二つの称号の、デコボコっぷりがすごいね。あー、キングコール。ひょー。ねえ、やべえやつしかおらんのかもしれん。マジ天使。あ、見事一着となった。え、すごーい。あら。じゃあ。グローリアスヘイロー、ブックス。ね、リコちゃんは次のターンからかね。よし、いつものキングコールが聞ければ。いやー、陰で見守るタイプ。芝もダートも海外も何でも走る、そして勝つ、それがデジタンさん。すごいね、すごいね。ママがカレー作ってくれ、みんな苦労しちゃる。
ねえ、マリアさんね、みんなねお迎えしたい。今度の記念の時にさ、アニバーサリーの時にさ、またあのお迎え券、引き換え券、あの配布してほしい。さあさあ、トレーニングの時間です。マリアさん、イナリちゃんも大輝ちゃんもねえ、私が世界最強になるためのいっぱいおる、ウルティモトレーニングを始めましょう。 G1 6勝するバケモンのうまさすごいね、本当に。あ、ジュンさんお番です。根性、真のオールラウンダーね。なんでキャラ付けはこんなことになってしまったんかいね、本当に。これもこっちが良さそうですね。ねえ、かもちゃんね、すごい。みんなのお話聞いちゃうと漫画みたいなキャラだよね。だからこそトレーナーさん、ねえ、配布してほしい。それか100連無料ガチャ、ねえ、やってほしい。むしろみんなが納得してるまでくそ。来ちょるね、来ちょるね、うん、ちょっと待ってね、無理してでもちょっと踏んでこう。エル入場、はい。ふう、走りにキレがないような単発ガチャ。そうじゃね、ケイミワイさん、太陽のように燃え、現実的なのはそこかな。あ、もっともっと走りたいのに。エルの学園に向かう、バッチリバッチリ。ブエノスディアス、ブエノスディアス、ブエノがすごいんだから、スディアスがなんか別の意味かいね。ねえ、無料10連ね、来てほしい。ねえ、タッキーさんね、ほんと、デジタンちゃんはほんとびっくりしちゃう。あ、まさひろさんね、すごい、ナイス、バッチリ。ねえ、朝ね、すごい、あの、目覚ましなしでバッチリ早く起きれるとすごいテンション上がるが、調子がいいね。はい、エクサクタメンテ、エクサクタメンテ、その通り。エグザクトリーみたいな感じかね。情熱の炎は制御不能ですので、70回復、5周年迎える頃には。さあさあ、トレーニングの時間です。5周年まで待たんといけんね。どうしよう、ひとまずスタミナかな。イベントじゃ、私が世界最強。次はリコちゃん一人だけかいね。ニュー、これもじゃあ絆ゲージもあげたいね。スタミナかな、ちょっと難しいね。行きますよ。あ、鶴丸剛ちゃんってシンボリ会長の子供なの、すごい。
びっくりなんだけど、かまちゃん。これはレクにしたかな。飛び立つ準備できてます。おお、すごい、いっぱいある。賢くなります。上のトレーナーさん、観測さん、ありがとう。観測大先生じゃん。ブエノスディアス、ディアスは一日っていう意味なんじゃん。ブエノスディアス、なるほど。上場、良好、絶好調。トレーナーさん、最高にハードなトレーニングをお願いします。最後の3区なんだ、強しちゃん。さすがお名前に強しってついてるだけのことあるね。ダスカちゃんとフランスちゃんが、そうなんだな。サキヨンちゃんのね、子供がすごいの、ダスカちゃんなのは知っちょるが。ニュー、なんかすごい。これかな？エール入場！なかなか難しいね。エールコンドルパサー入場です！アルゼンチンの司法。固有の能力は、後半に進むにつれて割引が来るから。あ、にゃんこさん、ようやく。もう、秋の、天皇賞秋。ダスカちゃんとフラスちゃんのイベント。あー、イクレアさんね、ウララちゃんもすごいよね。フララちゃんもよう走りよるが。直線で速度がわずかに上がる。直線で速度がわずかに上がる。どうしよう、スキルね、どうしよう。確かこれは一陣の風に上がるやつだった気がするが、これを押さえときたいかも。アンブラデート、ダスカちゃんとフランスちゃんの子供すごいよね。強いちゃんが本実装されてウィニングライブ踊ったら、強しはダンスやつ、それは違う、それは違う、違う強しの方じゃね、それはもう。あ、そうなんじゃ、ウララちゃんが、ウララちゃんもやっぱり早い子なんじゃ。夫婦も多くなる、なるほど。スイープちゃんも、キタちゃんとスイープ東証ちゃんも、あ、クライマックスに体力回復イベントね、これもでも欲しいんだよね。2割引きかいね。いやこれ割引されそうな気がするんだよな。みんなどう、最初のさ、メイクデビューの時ってさ、スキルポンポン取り寄る？なかなかすごい。使いどころが難しいの？勝利の子供あっても良いかな。強さ、まだ貯金派。KBY さん貯金派なんじゃね。ちょっとじゃ、うちもこれちょっとなんか、まだちょっと渋い気がするが、ちょっと贅沢かもしれんけど。あ、そうなんだ。かぼちゃも取らん派？みんな、さすがにでも最後は取らない。最後は取らない。最後まで残すことはせんよ、チーズ。あ、みんなそうなんじゃ、すごーい。いよいよ、ね、いや、でも、みんなみたいにね、全部最後に取るみたいなターンでこれね、ない。メラメラに燃えてきました。トレーナーさん、ああ、全部。ねえ、クリアさんね、ほんとじゃよね。確かの、あれね、ブリボンちゃんの、キルムインさんだったっけ、調教師の人も、一生懸命ハードトレーニングするのもね、大まさに、長生きしてもらうためみたいな聞いたが、チーワのね、そうじゃね、賢さ的に、ね、チーワの前、パーフェクト。
わ、みんなありがとう。すごい、ベルは勉強になるのごとく早く止めますよ。このタイミングすごい悩みどころじゃったから、すごいちょっとほっとしたね。タズマさんの予想はクラシックの4月、そん4月まで我慢しちゃう。ホープフルは勝ちたいからさ、スキル取りたいな。ねえ、そうそうそう、たまにタズナさんにさ、スキルを取ってる数が少ないから負けましたねとか言われるんで。ねえカマちゃんね、ほんと長生きしてほしい。ほいじゃほいじゃ、メイクデビューしやすそう。ブエノーブエノー、浜のパレードちゃんとか、あーそうなんじゃん。ねえ、そう、そうなの、タッキーさんね、これ、そう。このデビュー戦でつまずくのがね、本当にダメージ大きいの。あ、そんなにいけんの？エクレアさん。ね、まさひろさん、ゴーのものなんじゃよ、本当に。いや、普通に最強トレーナーさんなんじゃけど、最後にまとめて取り寄るって。担々麺は辛いですけど、メキシコ料理ではありません。ではでは、大注目して押しかけるパドック、頑張れー。あ、差し追い込みじゃないなら事故も想像。おきんおきんね、頑張ってー、けっぱれーけっぱれー。旅柄さんでちょっとすごい辛そうじゃね。確かにコメント見ちゃってもなんかすごい泣いてしまいそう。それちょっとやだな。どうしたら。あ、奥村さんのところには、え、すごーい、チケゾーちゃんとあの同い年の子おらんじゃん、すごーい。トレーナーさんね、初戦から海外メディアはちょっとね、さすがに、あの、むしろの実況もあるのもすごいんじゃない？このデビュー戦って。ね。へぇ？あ、エルちゃんをね、先行にしようと思ってる。メイクデビュー戦ってすごい露出があるのかな？進行龍神ちゃん、え、お名前すごいかっこよーい。あ、 URA がレースでネット配信しとるんじゃん。おお、いきますよー。注目の一番人気9番エルコンドルパサー、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。前目につける先行策で勝利を掴んでほしいですね。エルちゃんの子供バーミリアン、え、名前かっこよい。2番人気は1番ムーンポップ。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。エルちゃんは先行の方は固有スキル3番発動しやすい。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。7番6番人気です。ここは負けられない。1番人気、はい、ほいじゃほいじゃ、早速9番エルコンドルパサ。エルちゃん外枠じゃねえ。いやー頑張ってほしい。エルちゃん頑張れ、出走ゴーゴー。ねえタッキーさんね、ほんまにほんまに初戦からね、どんだけすごいんねんて。晴れ渡る空の下行われるダートの 1600m、 ダート1600メイクデビュー、9人の馬娘たちが挑みます。名前かっこよい。3番人気には8番
この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ね、1番。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。本日の1番人気エルコンドルパサー、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。元気に飛んでる、すごい。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。おお、エルちゃん順調、順調な滑り出しじゃね。この二人が競り合っているぞ。芝からダートに入ります。いや2番快調に飛ばしていきます。いや早い早いよ。2番安心で飛ばしていきます。すごい離されちゃう。離されて2番手はエルコンドルバッサー、その後3、4馬身開いて7番すぐに続いて3番8番追走、それを見るように1番6番追走、もう10時下がらず4番それを見るように5番、あと1時間しか飛べんだ。見ますが、これは正解でしょうか。2番、彼女の客室には合っていますね。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。いね、依然として2番、続きましたエルコンドルバサー、7番、3番手大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。エルコンドルバサー前を狙っているぞ。さあ、追いかけてきた、後ろも迫ってきちゃう。エルコンドルバサー最終コーナーを曲がって、ブランチカの通り、エルコンドルパーサー、逃げ出した、残り400、強い、強すぎる、完全に抜け出した、食い下がる、すごいすごいすごい、エルコンドルパーサー先頭はエルコンドルパーサー、これは強い、残り200、エルコンドルパーサーリードは4馬身、これはすごい、先頭は初見さんいらっしゃい、変わらない大爆笑だ、エルコンドルパーサー、ゴール板を駆け抜けた、ごめんこれは見事な走り、メイクデビューを制しました。やったエルコンドルパーサー、見事な勝利だ。2着には7番、3着6番。ねえ、すごい余裕さ。世界最強はそう、エルコンドルパーサー。おお、寿司三昧。あ、パチパチありがとう。プランちゃんは、プランちゃんはプロレスでダイビングアタック系の技の総称で、必殺技と勝利者、ガナドールは勝利者。フランチャの勝利者みたいな意味合いがね、すごいかっこよい。うちのガナドールって聞くと、バイオが出てくるが。ねえ、ブランチャガナドール優秀。奥村さんのところにはマヤのトップガンちゃんの子もおるんじゃ。すごい。あ、マリアさんありがとう。ね、夜空さんで観測先生本当に助かる。お勉強になるが。ね、奥村さんでメキシコの言葉なんじゃね。次、千里の道も一歩から、新しい伝説の始まりじゃね。ライブ見る、メイクデビュー。ねえ、すごい元気で素敵ね、ジョンさんね。ブチャリブレ由来の言葉がてんこ盛り。ねえ、すごい。わーい、会場じゃん。ねえ、監督さんね、ほんとほんと。エリちゃん上手。伸ばせばもっと掴めるグロリー、一段目指してレッチャレンジ加速して行こう。いやー、かわいい、周りの子もかわいい。勝利の女神も夢中に。あ、ね、そうそう、月山さん、そうそう、スペシャルな明日へつながる。ペラペラだな、すごい。響けばキヨちゃんとダスカちゃんの声、君と見たいから駆け抜けて行こう、君だけの道を。もう僕らあるじゃね、世界最強目指して頑張るね。夢の先まで、ほんと上手。エルちゃんの本当のデビュー戦もすごいんじゃね、気になる。あ、ジュンさん、トラクルーザーのトップガンの時だ。
ラブコールをして返されたのでもしかしたら、そうなんじゃ、エルちゃんの人なんじゃ、すごい羨ましい、すんごいね、まるちゃんね、そうなんじゃね、お話聞いたが、なんかあの、はい、育成の時にそのみんなに、なし、解消、それで解消、愛称、圧勝、エル圧勝、ねえ、素質ありあり、すごいね、あのね、プランチャ、プランチャガナドール、すごいありあり、まだ初飛行、こっからまだまだ上昇していくね。よーし、これは楽しみ、トレーニングが。うんうん、ペンペング様のコラン、ねえマリアさんね、そうそうそう、いやいや、世界のトムじゃね、本当に。あ、ジュンさん、ずるいね、すごい人気じゃよね、マーベリック。ねえ、ウラちゃんね、粉砕玉砕大喝采じゃね。すごーい。あ、にゃんこさん、グラスちゃんの育成お疲れ様じゃよ。エルちゃんの将来について、世界の会長こと、エルコンドルパさんは、あれ、クラシックには出ない、なんで、いや、ありえないでしょ、ありえないでしょ、クラシックといえばさ、あの、ねえ、あの、クラシックといえばの、ねえ、あの、三冠とかの、ねえ、あの、称号を取る時期じゃないの？あ、奥村さんとこれ、爆心にしてもいつの間にかゴルシンになっちゃう。あ、そういうこと？あ、夜空さん、そういうこと？あ、外国さん。なので権利が、あ、マリアさんも累戦にうるうる来ちゃうの、あ、史実的な補足をすると、あ、外国サンドはクラシックに、あ、グラッツさんやマルテンスキーちゃんもそう、マルテンスキーちゃんが出られんのは大きな損失者と思うんじゃけどな、当時はそういうルール、あのさ、いやー、そういえばグラスちゃんもなんかそんなこと言うちょったような、言ってなかったような、なんか国籍で出場できるレースが、もったいなーい、はい、エルの目標は世界最強ではなく、世代最強ではなく世界最強、日本の生産者が弱くて保護が必要とされる時代ねえ、こ、そうなんじゃ、やっぱりお馬さんで育てるの難しいんじゃね、あ、菱山姉さんもそうなんじゃ、あ、タマちゃん本場に行く菱山姉さんもなんじゃ、
ねえ、旅軽さん、今は大丈夫なんじゃね、今はね、そう。お馬さんのね、体調が良ければね、すごい無理のない範囲だったらね、すごい、いろんなレース出てほしいよね。アインモーションちゃんも、なんかもう、出張旅行がいっぱいそういうのに引っかかっちゃるんじゃね。それくらい名馬揃い。ジャパンカップ制覇。シニア級の世界の強豪を迎え撃たなければいけない。若さでなんとか押し切れんかね。なるほどね。やはは、ここでまたみんなでね、揃ってからレースすることがあったらすごいテンション上がるな。ですね。オグリちゃん、あ、え、クリアさん、なんかオグリちゃんもなんかのシンデレラグレイの漫画とか読んじゃったら、あの出走届けがうんぬんかんぬんとかあったよね。くまちゃんです。競馬ファンの方々が最強世代っていうくらい、あ、本当に最近なんじゃ。うらちゃん、海外持ち込みの大馬さん、そうなんじゃ。タッキーさん、マルゼン3区を見る限り仕方ない気もする。これあれね、ひ孫で、ひ孫本人からひ孫まで、いやー、今は日本も一英国に、ね、すごい。5人の誓いの声が、いやー、漫画みたいで熱い。エルちゃんはここから一人だけの空へ旅立つ。あ、オグリちゃんの影響でルールが変わって、オペラ王ちゃんが出走できた。あれからオペラ王ちゃんに繋がるんじゃ、熱い。すごいね。歴史は繋がっちょるね。この季節、あーね。奥村さんね、そう、お馬さんも大変じゃよね。エルちゃん、グラスちゃん、キングちゃん、ウンスちゃん、スペちゃんの、ねえ、ジュンさんね、ほんとほんと。みちょかんといけんね。2人だけで次の目標レースを決めることに。はい。あ、かわちゃんさん、そうなんじゃ、追加料追加料金、なるほど。ねえ、夜空さんね、ほんと楽しみ。メインストーリー始まるまでにみんなでね、すごい温めておきたいね、すごい。ねえ、気持ちが早い。気が早いね、もう。ねえ、うらちゃんね、すごいよね。おぐりちゃんの走りがすごい。ルールを変えたんで、すごい。かっこよいね。あ、まるちゃんね、そうそうそう。隠しイベントがあるみたいで、そこはね、ちゃんとレース出たいの。特にないの。いやー、一番困るやつ。今日の夕飯何がいいと言ったらさ、何でもいいとかいうやつ。いや、一番困るやつ。エルちゃんがダービー出ちゃったらどうじゃったか。あー、みんなが見たかったイフ。ねえ、マリアさんね、でも、そういうところのサービス精神がすごい好き。実際に勝っちゃうからす、本当に会長すごい。エルちゃんは会長じゃね。そうですね。ねえ、そうそう、旅ガラスさんね、そうそう。バタバタしないところの方が良い。
全てにおいて中間。年明け1月とクラシック直前の3月の間。海外で注目されるくらいの名馬。ねえ、かおちゃんね、ほんと。で、さっきのコメントのね、すごい凱旋門の後にっていう話聞いちゃうと、本当に短かったんじゃなっていうね、すごい惜しいよね。共同通信杯。わお！ジュンさん、ジュンさん、それはあれなんじゃ、ちょびひげの人なんじゃよ。それはあの世界で一番有名なのね、あのコメディアンの人じゃね、プリンの人じゃね、プリンの人。おお、あの凱旋門賞は本当に世界ナンバーワンが見た瞬間ね、リアルタイムで見た人は胸熱じゃろうね、本当に。応援しちゃった子がさ、世界に行って世界で一番決める試合じゃないけど、レースに出るんじゃもんね。びっくりするよね。あ、にゃんこさん、よかったら使ってみて、ありがとう。あ、オペラ王ちゃんは確かクラシック出るきっかけは、あ、おぐりちゃんの調教師の人に、出た方が。なるほど。いや、オペラ王ちゃんもすごいね。あの、みんなにマークされるぐらい人気者じゃもんね。ではでは。ねえ、タッキーさんね。マルゼン姉さんは強すぎてあれじゃもんね。みんなから敬遠されちゃってたもんね。いきますよー。私の凱旋門賞タイトルホルダーちゃんと、あ、ポンジュースのね、ドーデュースに期待しかないね。え、夜空さん楽しみじゃね。凱旋門賞もアニメで知ったからすごいレースってのはもうわかるが、あ、エクレアさんねえ、クラシックと青春杯全然違うよね。あ、そうなの、勝ちすぎて逆に。勝ちすぎて。そんなにそうなの、あ、そうなの、マリアさんね、そうそう。あの、ドーデュースの発音はポンジュースでね、覚えたら良いって教えてもらったの。さあ、このね、勝負服すごい良いよね。この走ってはためく感じがすごいかっこよい。うんうん、アルゼンスキーちゃんが出ちゃったらね、みんな教えてもらったさ、アルゼンスキーちゃんのさ、あの本当のレース見たんじゃけどさ、ね、ゴール間違えて失速してからのもう一回ね、まだ勝つってやつね、すごい漫画みたいなね走り方しよるけんね。オペラ王ちゃんに食いつく名称ドトーちゃんもすごかった。世紀末犯王やから、本当にその名前に偽りなしなんじゃ。すごいね。オペラ王ちゃん勝ちすぎてつま。今度の配信でね、そう。絶対絶命からの。ね、そうそう、よそらさんね、そうそう。JRA のね、公式チャンネルのやつをみんなでね、そう。見たいなーって思っちゃるの。ほいでほいで、その時にね、遊びに来てくれたみんなにもね、すごい、おすすめの動画をペタペタ貼ってほしいなーって思っちゃって。そう。ねえ、そっちのね、配信も楽しみ。オペラ王ちゃんが強すぎたのか。ねえ。今度あれじゃね、あの、そこら辺もあれじゃよね、アニメ化されるよね。そこら辺のあれも見てみたい。
ドーデュース、ドーデュースが聞いたらびっくりしちゃう。ね、そうそう、タッキーさんね、ポンジュース、発音ね、発音。たまちゃんが白いナズマを襲名したレース。ね、見たい。そうなんじゃ。ね、あの、そしたらあれじゃないの、ね、昨日のオグリちゃんじゃないけどさ、ね、あの、オッズが全然上がらんが。パパも応援しちょるんじゃ、嬉しい。よーし、あっはっは。この勝負服でエルちゃんが世界最強であること証明してみせます。あ、ヒロさん育成お疲れ様。あ、 S プラス羨ましい。まだうち S じゃないんちゃうな、早く S に行きたい。ジュンさん、すごいね。モブロックをされてそこから抜けるんね、すごいね。レースのためにトップロードちゃんを買って。旅ガラスさんね、確かに。その2強が強いとね、他の子を応援したくなっちゃうね。金牌はすごいレースじゃけど。タマちゃん見つけられん。オペドとの時代を終わらせたがある、ある意味。それがデジタルちゃんなんじゃ。いやーでもさ、こんな勝負服とかもらったらさ、あの、初めて買ってもらったランドセルじゃないけど、ずっとつけて、あの、着てしまいそう、こういうのね、すごい。エルちゃんのね、真っ赤な勝負服はすごいレースでも目立ちうるからね、すごいね、ライバルたちに、いや、夢への決意、いきますよ。うん、はい、うんうん、あるじゃね、すごい、ある意味キングちゃんみたいな感じだよね、エルちゃんも。クリスエス、シンボリクリスエス、すごいかっこよいお名前じゃね、クリスエス。ディスデイズ、あー疲れた、ニードルさんお疲れ様。あー、下振れは残念じゃん、悔しいね、それ。夢への挑戦、信念、決意。ナルオ記念とかが良いの、ナルオ記念。そうなんじゃ、まさひろさん。気になる。シンボリクリスエス、漆黒の帝王の有馬記念は赤。ちょっと待って。そんなに10時半、トレーナーさん、クリスエスちゃんも最近キャラクター化されたの、え、じゃあ実装も早いのかな。あ、エクレアさんね、そうなの、みんなにね、すごいいろいろね、動画教えてもらってね、ツイッターとかね、見とるの。漆黒の帝王、お名前かっこよい。キューバ審査、キューバ審査は、え、引退レースの有馬記念で、もうちょっと、あの、痛くなければ覚えませぬレベルじゃない。レースどうしようかな。ローテンションで、ホープフルは、イルチョクでショーホンブル。ここと、あと、これこれ。フューチュルティーステークス。これも入れちゃきたい。これと、ク
クラシックどうしよう。ウマ娘メモ帳、クラシックの NHK マイルピックアップとマイルチャンピオンシップ、マイルチャンピオンシップはどこね。ねえ、そうそう、ジュンさんで、ね、そう、そこなのよ、うちもさ、あの、アニメの2期からすごい、ウマ娘にハマった、あの、立場なんだけどさ、そう、これがさ、あの、ね、本当にあったことね、すごい、ね、あの、お話にしとるっていうのが、一番込み上げてくるね。トラウマどこ行ったって走りね、運営さんに天才さんいっぱいおるね、キャラクターデザインとかモデリングとかね、すごい作った人ほんとすごいね。きっかそう、あ、そうなんじゃ旅ガラスさん、すごい、ほんとに紆余曲折あったんじゃね。11月後半、あ、マスギロさんありがとう。あ、あったあった、マイルチャンピオンシップ、これじゃね。1月からは、共同通信、はい、サツキ賞も、ここも狙っちゃう、ここも狙っちゃう、マイルカップ、ダービー、これで大丈夫なはず。この辺も狙えたら狙いたいね。ほいでほいで、12月、アニマ、シニアはどうしようかな。エブラリーステークスも走れるね、これ大阪杯、天皇賞春。でもさ、みんなすごいさ、レースに出たくない、レースに出たくないで、これね、これね、シニアの安田記念、天皇賞秋、あとはチャンピオンズカップ、エルちゃんに嫌われちゃう。予約保存。大丈夫。4連戦になっちゃらん。4連戦にはなっちゃらんもん。大丈夫。なっちゃらんはず。大丈夫。大丈夫。エルちゃんびっくりしちゃうね。そう、トレーニングも、トレーニングも楽しい。いや、青春も勝ちたいよ、青春も勝ちたいよ、青春爆発はやっときたい、行きますよ。ねえ、タッキンさんね、そうそう、まだうちの連続チェストは終わっちゃらんねん。ねえ、かまちゃんね、あの、スキルポイントがいっぱいもらえるけんね、いっぱい出たい。同期でヒーローごっこ。回想戦団、ウマ娘5。何それ。いや、まるちゃんね、これ、青春杯じゃん、青春杯。北海道のイクラの赤、レッドスペシャル。おお、ちゃんと爆発した。そしてなぜかマーベラス空間。あら、あ、エクリアさんね、うちはね、レースいっぱい見たいはん。メイクラで、あの、レースでいっぱい出走するのは
あの、吉と見たね、吉と。はい。ヒーロー賞。ファン感謝祭の出し物。それで。ねえ、かわいい。なんでも、マーベラス空間だったらなんでも許されるね。ね、ヒーロー好きのピコーさんに聞いたら、これなら絶対受ける。キャロットキックもね。ねえ、旅グラスさん、だって、あの、世界最強にしてあげたいもん、エルちゃん。大型企画は早めに準備しといた方が良い。はい。ねえ、マリアさん、いや、あの、青春杯ももちろん勝つよ、勝つよ。あの、予約を取るだけじゃったらただじゃから、予約を取るだけじゃったらただ。はい。あ、やん。ブログ、アメリカガエルの知性の青、ブルークロス、両立できんの？両立したい。おうおう、フンスちゃんは緑かね。で、あ、白。フンスちゃん白、気分次第の漂う白、ホワイトスカイ、みんなかっこよいの名前。あ、そうじゃ、キングちゃんこそ緑じゃねえ、キングちゃんこそ。シリーズ中盤より登場。あ、追加選手枠。天より降臨せし、一流のオーロン、ゴールドキング。おお、強そう。恐竜ゴールドじゃん。両立無理？無理？やっぱりクライマックス。ねえねえ。回復アイテムもある。メイクラのやり方。ほんと。一番エルちゃんノリノリしてくれそうなのに。ね、100メートル平均 9.9 秒で 42.、フルマラソンしちゃう。フルマラソンしちゃうようなもの。あ、ねえ、タクシンちゃんね、あの、爆心ピンクちゃん、ウララピンクちゃん。ピンクちゃん多くない？あ、サンラビリさん、初見さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ね、雷鳴の勇者って言うてほしいよね。ベベンってやってほしい。でもキングちゃんがゴールドバックなんじゃね。いや、あのやり方はクライマックスだからね。そうじゃね、やっぱり青春杯でもショップ開設してほしいが。あ、マリアさんのが一番しっくりくるね。緑のめんこキングヘイロー、あの公式のフレーズじゃよね、確かね。そんな気がする。孤独に戦うヒーロー、一連は頭を下げないね。あ、違う、ロブロブ。孤独に戦うアステカのヒーロー。ジュンさん、そうなんよ、ウマ娘ピンク一番多すぎ問題じゃね。マーベラス空間で練習するんじゃ。スペちゃんはなんかあの、あれじゃね、あの、勝負服じゃないんじゃね。キングちゃんは他のシナリオに出るために株が。そこはね、すごい。キングちゃんの人柄じゃからじゃよ。JRA の CM のやつ。あれじゃよね、すごいあの、こう、マスクからこう、すごい影がシバババババって出てくるやつじゃね。
ストーリー形式なんじゃ。こう悪の組織ウマウマねえキングたるゆえん、黄金に目がくらまないなんて卑劣な買収しようとしてるの、買収しようとしてるの、キングちゃんの孫が活躍しちゃう、ほんまにねえブンスちゃんね、すごい。どうしましょうか。私の策も通じないなんて。あ、高松宮記念の CM のフレーズね、え競馬の CM ってすごい、あのこのゲームがきっかけで見るようになったんだけど、むちゃんこかっこいいよね。ねえなんでお金で、ねえダビニさんね、ほんとじゃねえ、まさかの買収ヒーローじゃねえ。あ、この声は追加の追加戦士参上です。あ、しかも戦隊じゃなくて多分ライダーの方からライダーの方からの殺走烈風危機一発謎の覆面戦士アステカコンドル、色がついちょらん。バキの構え、バキの構えなんかな。この間の宝塚記念の CM にもキングちゃん出ちょったの、え、ウラちゃんほんまに。マリアさんね、あの最終章みんな株爆上がりじゃねえ。新しい子もねすごいねえ、ラビニさんねすごい、確かにこれはで、ね、コンボの音が聞こえてきそうじゃねえ。ねえ、あやさんね、私は一向に構わん。This is! 強いだけじゃなく、ファンを喜ばせてこその本物のエンターテイナー。すごいね。すごい。あの、ヒーローショーの何たるかを分かっちゃるムーブじゃね。めちゃめちゃ似合ってる。めちゃめちゃ似合ってる。ザ・パールさんがちょっと、馬の、あれね、女幹部かの女帝みたいなポジションね、むちゃんこ似合ったら、むちゃんこ似合ったら。ね、いや、こんなね、すごい、あの、お話やられたらね、すごい。あの、喜ぶじゃろうね、オーナーさんも。いやー。あ、ジュンさんね、まだやるかいってね、すごい。お口ボロボロになってもやりそう。な、パール姉さんすごい、ぴったり。ウーマレンジャー。この惑星、トレセン。地球じゃなかった、ここ。地球じゃない。惑星、トレセン。あやさんね、でも、すごいさ、パール姉さんがすごいあの、こう、何あの、ね、女幹部っぽい衣装着ちゃったらすごい、ぴったりな気がするな。パールパイセン、なんでもできる。ワールドワイドな。ね。すごい。あ、しかも、ちょっと待って、三幹部の一人じゃんって。三幹部の一人。ねえ、マリアさん、そうそうそう。あの、この前のね、応援イベントの幸子衣装をめっちゃ思い出しちゃう。残りの2巻部はフランス遠征から帰ってきて、後輩の感謝祭の出し物に協力してくれるところ、ほんと神様、女神様。でもその前に、スマホが熱くなったら背面に10円玉、あ、それで何、空気の通りをみたいな、放熱しやすくなるんかな。行くわよ。どうは熱伝導率が良いとか。
サチコパ、アヤさん、アヤさんの名刺サチコパあるな。ゴルシちゃんとサトロダイヤモンドちゃんぶつけよう。ねえ、アール兄さんすごい、何やらせてもすごい、そつなくこなしそうじゃね。はぁ、いやー、残り2幹部が気になってしょうがない。いやー、ウンサちゃん、あのこのお話あと1年間継続して続くか。あ、10円玉には熱を取る効果が、そうなんじゃ。シーキングザパールも交えてショーの練習はより盛り上がった。え、これ完成形ファン感謝祭で見れるんかな。むちゃんこ楽しみなんじゃけどね。えかまちゃんね、パール姉さんは何でも屋さん、上場良好、絶好調、トレーニング。いやー、ここは人がおらん。リコちゃん、馬ネスト惑星トレセンで繰り広げられるね。確かに馬ネスト2かもしれん。練習です。マリアさんはウララちゃんの、ウララちゃんとライトちゃん、太陽のように燃えているというのにね。え、パール姉さん来たらすごい、あのストーリーモードもすごいことになりそう。ここはお休みかな。もっともっと走りたいのに、エルの足がもう動かない。トレーナーさん、落雷で、そんなこともあるんじゃ。なんか確か前にもコメントでなんかね、そう落雷でお馬さんかってお話を聞いたことあったけど。あ、リフレッシュ完了、これ50ポイント回復のやつじゃん。よし、いきますよ。50回復、エル完璧。トレーニングいつでも始められますよ。ねえ、マリアさんね、あのウィララちゃんとね、ライスちゃんの組み合わせはすごい、うちも大好き。ちょうどリコちゃんおる。そろそろイベント来てくれんかな。行きますよ。ねえマリアさんね、実装してほしい、パール姉さん。おお、まずは体力つけてみては。そういえば最初にさ、リコちゃんさ、あのねえ、やったのって確かの青春杯始まる前だった気がするか。いなりワンちゃん来ちゃう。あ、そういえばこれあれなんよね、あのお名前がすごい、お名前がね、あの確かみんなが言うちょっと確かボーナスに影響するんよね。ねえ、あやさんね、なんかすごい神様のいたずらみたいな、ねえちょっとね、ちょっと運命感じてしまうが、すごいチームの名前に補正がかかる、そんなことあるの。アオハルチーム名ちょっと検索してみる。アオハルチーム名、あ、スキルと関係、あー、なんかそういえば言うちょったね。もうすぐ11時。あ、そうかそうか。さっきの選択肢真ん中選ぶとノーリスクで、あ、そうなの？キャロットがノンストップガール。ラストスパートで前塞がれた時の立ち回りが上手くなる。あ、タレウマ回避の上位版。タレウマ回避の上位版なんてあるんじゃん。ああ、
蛍の光の中の学校の最後なの。なあ、下校の時に流れるやつじゃん。キャロットがノンスト。これじゃ取る、これじゃ取る。さっきの選択肢、真ん中取るのが大正解なんだ。いい天皇時間。いやー、まだ買い物ある。まだ買い物ある。ノンストップボール、あ、そんなにめちゃ強なの？トレーナーさん、メニューの指示。パンワン。いきますよ。革新要素で加速する効果もついてる。え、それはすごい。それはすごい。あ、ジャケのキャロッツが良いって言ってるんだよ。メリアさんもキャロッツ選んでる。順調、すごい。もうすぐ青春杯。ここはコムに任せてほしいが、これでスピードアップ。もっともっと走りたいのに。ノンスト最強。足がもう。チュー。お願い 10%。 いきますよ。やったー。ちゃんみじゃとほぼ必須レベルの強いスキル。くー、走りにキレがないような。エルのハートは太陽のように燃えているというのに。ダッキーさん、いってらっしゃい。車気をつけてね。あ、ケイビーワイさん、ありがとう。ナイス、ありがとう。スキルはなんか取れんかいね。晴れ山回避。ノンスト取れるように頑張らんと。ねえ、マリアさんに取りたい。青春優勝しないと取れない。どうしよう。直線コース取っちゃおうかな。難しいね。今のステータスは？もっともっと走りたいのに、エルの足がもう動かないです。ロンパ。少し休んで。なんか違う名前に見えるの？ねえ、ノンストップガールは取りたい。これはおいくらするの？おいくら？必要ポイントは150円。ここはあれかな？でも、これが一番強い。ねえ、まさひろさんね、なんてお名前じゃねえ。直線コースかな、ここ。確かこれも成長しおるよね。70、でも勝利の鼓動の方がお安いな。直線コースにしよう。確かあれじゃよね。確かリコちゃんが、ねえ、割引があるかもしれんし。確かリコちゃんの一陣の風に、パワーアップするはずだから、これで先に押さえとく。ねえ、割引される前に買っちゃったらもったいないもんね。でも、フューチャリティステークス難易度高いから、一個は取っちょきたいよ、一個は。福キタルちゃんが千里眼。ウィララちゃんのスキルは何じゃろうね。栄養補給とかかな。フューチュリティステークス出走。あ、タズナさん評判は、評判は一着争いできそう。山頂です。ねえ、 G1 じゃから勝負服じゃん。ねえ、調子が良さそう。絶好調じゃもん。燃焼炎上絶好調。いやー、どうしてほしい。いや、ここで勝ったらすごく景気が良いよ。勢いづくね。破竹の勢いでレースいっぱい出せるね。注目の一番人気、10番、エルコンドルパーサー。
パドックでも注目を集める350円素晴らしい仕上がりですね。350円もするの？来年のクラシック路線を見据えて貯金 1% いけるの？力を示してほしいですね。7番人気は11番雨降っちょる。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。ルナちゃんは不屈の心。5番人気は13番差し用の金回復スキル。ライバルたちは強力ですが闘争を期待したいですね。4番人気は14番カオちゃんねえぞ。全然ない仕上がりですね。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待したいですね。静かな人でも全然あり。15番人気です。ちょっと元気がないですね。推進力と持続力の両立がこの子の期待ですね。修造さんがついちゃってすごい火と火が合体して炎みたいになったらすごい熱々で面白そうじゃない。夜空さんありがとう。スパちゃん単勝応援馬券ありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。実力は引けを取りません。2番人気は16番マルゼンスキ。1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待したいですね。18番人気17番。結果を残すのは難しいかもしれませんが経験を糧にしてほしいですね。推進力と持続力の両立がこの子の課題ですね。3番人気は18番グラスワンダー。16番人気は1番ブルボンちゃん。俺のめちゃ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 怖い。経験を糧にしてほしいですね。12番人気2番17番人気3番。結果を残すのは難しいかもしれませんが経験を糧にしてほしいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。5番11番人気です。6番人気は7番9番8番人気です。注目の1番人気頑張ってほしい。10番エルコンドルパーサー。勝負勝負。これ以上ない仕上がりですね。来年のクラシック路線を見据えて力を示してほしいですね。あんなにお話しするアニメで一言しか喋っちゃう。なんかの喋ってびっくりされた人なんかな。うちもあんまりさ詳しいことは知らんもんじゃけど確か喋ってなんか周りからびっくりされた人おった気がするが、なんか割引なしで360ポイント。真ん中じゃね。ゆるちゃん頑張ってほしい。出走ねえマリアさん、あっちょるあっちょるねえ。ブランチェガナドールが来たら勝てる。出走ねえまさひろさん頑張る。いやねえエルちゃん絶対勝ってくれる。そう信じたら。クラシック勢の登竜門アサヒ杯フューチュリティステークス、ここから道は始まる。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はグラスワンダー。2番人気を紹介しましょう。マルゼンスキー。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気エルコンドルパサー。気合十分。いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。ちょっと待って、ね、時計見るホープフル、ホープフル見たって、ライブ見たら切り上げる。みんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。先行争いはマルゼンスキー。エルコンドルパサー。期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー。マルゼンスキー会場に飛ばしていきます。エルコンドルパサー遊びに来てくれてありがとうね。また遊びに来てね。を切らさないか心配です。先頭はマルゼンスキー。単身で飛ばしていきます。エルちゃんの2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン。3番手には3番、1番、4番手、5番手エルコンドルパサー。藤奇跡続いている。うちには6番、そして5番、そしてその外を回って11番、さらにその外からは12番、そしてその外グラスワンダー。まもなく第4コーナーカーブ。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。うわー、一番いい感じだよ。1番真ん中過ぎた。エルちゃん頑張る。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。結構前に出ちゃうはずなのに。まだ抑えたままだ。後続です。抜け出したのはいけ。後続も追いつかれ最初に駆け抜けるのは頑張る。エルコンドルパサー並んできた。3人横一線。必殺技、必殺技。エルちゃん
んだ、そんな、そんな動画あるの、すごい奇跡のコラボじゃん。すごい、鳥が来た、コンドル来た、かっこいい。いやー、まさひろさんありがとう、めっちゃ嬉しい。あー、マリアさんも、スカーレットニードルさんもありがとう、にゃんこさんもありがとう。やった、すごい最後ね、追い抜いた。かわちゃんもありがとう。いや、すごい、これは来てるだから。ビタージュースが、ビタージュースが、ビタージュースがいるね。固有でなくてもエルちゃん強い。あ、マックインちゃんの収蔵シリーズ化しとるのシリーズ化しとるのね、草じゃね。ねえ、まるちゃんね、ほんと危なかった、ギリギリね。え、最後、あ、崩壊惑星さんもありがとう、パチパチありがとう。ねえ、すごい、あ、これホープフラもいける。もっともっと、はい、スキルは、スキルはまだ取らんでも大丈夫。ふう、走りに、シュッソー。ねえ、ビタージュースがない、ないよ、マリアさん、これはバグじゃないかいね。予想は大丈夫、シュッソー。ここは負けられない一番人気ね、いつもじゃったらね、もう少し、もう一個ボタンがあるはずなんですけど、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。8番、17番人気です。2番人気、9番、成田大臣、12番、16番人気です。13番、あ、フラちゃん、ありがとう、育成頑張るね。まずの仕上がりですね。今日もね、このラストレースで頑張る。中継レースの流れにうまく乗れるかどうか不安ですね。え、まさひろさんね、すごいクライマックスめちゃめちゃ楽しかったんじゃもん。ねえ、マリアさんね、いやー、もうあのお店が忘れられん、お店が。14番、みんなが言わちゃった意味がようわかった。結果を残すのは難しいかもしれませんが、虜になっちゃう。経験を糧にしてほしいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。もう一回縦画面にして、メンタル面の成長が欲しいです。11番人気は16番、当選冗談、5番人気は17番、当選冗談、15番人気、1番、14番人気、4番、4番人気、6番、ジャラジャラちゃん、チケット、9番人気は5番、4番人気は6番、ウィニングチケット、注目の1番人気、もう一回縦画面だね。エルコンドル、あの店は脱税で潰れます。いやでも、それぐらい、そんなの不思議じゃないくらいね、大変なおみ、あの、アイテム売ってるお店じゃったからね。いやー、KBY さんね、いやー、あの、すごい、URA ファイナルズと、青い春杯にも絶対にあってほしいお店じゃと思う。それぐらい魅力的じゃった。ちょうど今回も真ん中くらいじゃね。ね、本気になれば全てが変わる。サイゲさん、アニバーサリーでね、あの、ショップのね、追加、やってほしい。シュッソー！ゴーゴー！ねえ、マリアさんね、今度ね、またの、育成慣れたら、次のね、オグリちゃんの次の子もね、メイクライン出したい。ねえ、旅ガラスさんね、そう、何回でもあのお店開いてほしい。心を奪う希望の星が誕生する。ホープフルステークス。3番人気にはアドバイアメガ。2番人気を紹介しましょう。私見逃しとったかな、コメント。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。本日の1番人気、エルコンドルパサー。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。お名前で、各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあ、ゲートが開
が始まったね、始まったね。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。コールエースが期待できそうです。すごい良い感じ。先行争いは5番ロンデンジョーダン、エルコンドルパサー、5番会長に飛ばしていきますね。じゃらじゃらじゃん、すごい強い。さあ花に立ったのは5番、このままリードすることができるか。直線コースを伺うのはエルコンドルパサー。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。ない、マニアさん実装してます。続きましたエルコンドルパサー。そしたらすごい育成楽になるんだけど。お家並んで8番、少し離れて当選上段、ね、ここまでが先頭集団。先頭はマリアさん頑張る。エルちゃんすごいやつとついとる。頑張れそう。11番、それを見るように8番、1馬身差当選上段、2馬身差ウィニングチケット、2馬身離れて2番、1馬身離れて12番、向こう正面に入って。すごいすごい、後ろも後続もしっかりついてきとる。先頭は変わらず5番、ヨナラさんいけそうかね。これブランチャ、ブランチャ来るかな。外から外から位置取り最高だよね。これすごい、外目をついて絶対ブロックされんよ。2番、そしてその外から行ったのは3番。今日気持ちよく眠れそうだね。並んできた。1馬身離れて1番、その外並んで成田大使。すごいすごい、もう1番取っちゃった。15番、内をついて16番、その外並んで。エルちゃんすごい。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。いけいけいけ。こっから、こっからじゃない。ここから離れることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは短い短い、頑張る。一旦バクって上がってくる。ウィニングチケット。ああ、来た来た、負けないで追いつけ。にゃーにゃー、ちょっとにゃーにゃー、どっち。ゴールイン、ウィニングチケット、大勢有利か。ウィニングチケット、一等星の輝きを見せ、クラシックへのつながる道へ第一歩を踏み出した。2着にはエルコンドルパサー、3着に入ったのは当選冗談。もうちょっと、私はまだ満足できません。負けちゃった、悔しい。わー、チケソウちゃんの最後の追い上げすごかった。悔しい。できませんね、こういう不発。賢さ問題、もう少しのところで勝利を。スピードが足りんかったんかな。
中距離大丈夫、人が足りんが。いなりワンちゃんは、いなりワンちゃん、ここはライスちゃんね、青春杯やって終わりかな。じゅんさんね、そう、ね、確かね、エルちゃんはすごい元気っ子のイメージだよね、すごい。でもこうして見るとあれだよね、エルちゃんの服ってそのなんて言うんだろう、あんまり露出がないのもそういうところなんかね。長距離のランク、あんまり同性の方が良かったかな、お任せ編成の方が良いのかな。ちょっとこれで挑戦させてみて、ちょっとなんか偏りすぎてもちょっとあれかなって思ったの、編成確定。そっか、 E と F が、あ、そっか、エースワーカー。あ、じゃあここは稲荷ワンちゃんの方が良い、稲荷ワンちゃんで。なるほどなるほど、あ、マルちゃんありがとう、危なかったね。これで、これでいくが、エルコンドルパサー。スキルエースワークはね、そう、ランクの高い子がいいんだよね。少なくともこれ2日目の目標は賢さ上げて固有が安定して出るようにで、が第一目標じゃね。あとは金スキルも、長距離は約ファイファイナルファンタジー、ファイナルファイトじゃったかもしれん。もうね、すごい、マルちゃんのすごいアドバイスのおかげじゃね。ほいじゃほいじゃ、青春杯、坂を登ると勝負ね。え、賢さ400上げんとね。にゃー、ここ三角、うーん、お願い、うちの、うちのあの采配っていうかね、すごい、よいしょ、ねえ、かおちゃんいけるかね、すごい。ここね、気持ちよく勝って、二日目につなげたいが。えいっ、まさかの敗北、やったー、始まりです、やったー、勝利でーす、やったー、名勝負だな、よっしゃ、ドロー、よかった、でも勝った。あ、坂を登るは結構強敵。ねえ、そうそう、マリアさんね、そうそう、うちもね、あの、お任せよくしちゃう。ねえ、危なかった、危なかったね、やったー、私たちの勝利ですよ。まずは、まずは最初これね、よかった、たまちゃんありがとう、まさひろさんもありがとう、ケビマイさんね、本当に危なかったね、ヒヤヒヤした。でも勝ちは勝ち。ねえ、オッケーオッケー。お、フェリス、アニョ、ヌエーボ。なんじゃろ、また不思議なお言葉が。明けましておめでとうございます。あ、ジュンさんありがとう。さあさあ。ねえ、そう、マリアさんにお任せでも勝てるに。ねえ、ギャンブルね、つい、ねえ、ガチャとかも大好き。行きましょう。頑張れー。お、エルちゃんの連れてった場所は神社じゃないね。
プロレスも一緒まさかの。でも確かにあの年末年始はすごい格闘技の番組もすごい多いか。ブエノ、お正月といえばやっぱりプロレス。うんうん。ですです。エルちゃんもあれじゃね、あのレースウマ娘以外でもプロレスラーとしても全然やっていけそうじゃない。はい、グラスちゃん参戦予定なのねえ、指名びっくり。へえ、ねえマリアさんね、なかなかないよ新年がプロレス会場で。うん、一番怖くてすごいのグラスちゃん。さすが鎌倉武士のだけのことはあるね。あのですね、性質って読むんじゃったっけこれ。表情、ちょっと待って、性質で合っちゃったっけ。あ、性質で合っちゃったね。静かで安らかなこと。スタン本線見に行った、スタン本線見に行ったんかね。うんうん、静筆な表情の下に不当一徹、決して燃え尽きない青い炎。すごい、あのエルちゃんの語彙力の高さじゃね、本当に。あ、スペイン語の年始の挨拶ね。あ、まるちゃんありがとう、遊びに来てくれてありがとね。おやすみなさい、またよかったら遊びに来てね。ねえラビニさんね、ほんとほんとね、いいそう。プロレスを見たんじゃから、お願いです。プロレスあのとりあえず固有技が出る練習しようかいね。はい、どんなスポーツも万能どんなプロレス技も神社じゃないからいつもとなんか流れが違う。全部のパラメーターが上がるやつ、これはスキルポイント、これが体力回復かな。おお、ジャパニーズハラキーリーな、あ忍者芸者。寝技かね、寝技。競馬でね、レースで役立ちそうなのは投げ技なんかな。うまよんの漫画ではグラスちゃんを殺してま、まんじ固めを食ら、やっぱりグラスちゃん心にあるんじゃプロレスの。なるほど、それで指名が、ね、名前変わらんのじゃね。ね、ここはやっぱり体力回復かね。うちもマリアさんと一緒。おー、サブミッション。つまり、クラスちゃんはエルちゃんの体力回復を狙っちゃったね。馬呼んでも。さあさあ。あれかね、あの、コブラツイートとかパロスペシャルとかやったらいいのかね。真の子犬は、なぎなた捨ててまんじがため。ね、すごい、どっちにしてもすごい暴力なんじゃよな。疲れが癒えた、よかった。ふう、走りにキレがないよな。ああ、青春爆発が。シュー、もっともっと走りたいのに。ねえ、寝ちゃった。エルの足がもう動かない。いやー、こっからまたやりだすと再現ないから、次に備えましょう。ちょっと一旦限ろうかな。ねえ、警備員さんすごいよね、寝技で。
よう抑え込んだね。あの、でも走りにキレがないような、エルのハートは太陽のように燃えているというのに。大輝先輩主催のバーベキュー、お肉が多い、でかい、うまい。いや、うちも大輝シャトルちゃんのバーベキュー参加したいな。ねえ、まさひろさんね、ちょっとね、日付を超えるのはね、ノーセンキューじゃね。よいしょよいしょ。うまいね。あ、夜空さんありがとう。ほいじゃほいじゃ。ここでね、今日のね、エルコンドルパサーちゃんの育成1日目の配信、終わろうと思います。ここまで見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。お、ほいじゃほいじゃね、今日はね、ここから、今日遊びに来てくれた人のお名前読み上げしようと思います。なのでね、ちょっと一旦ここで区切りの挨拶させてもらいます。みんな遊びに来てくれて本当にありがとう。明日もね、夜8時から、エルちゃんのね、育成2日目の配信やるので、よかったら遊びに来ていただけるとすごい嬉しいです。みんなありがとう。今日もね、ありがとね、本当にいっぱい応援してくれて、おつむいー、また遊びに来てねー。はい、ほいじゃほいじゃね、よいしょ。じゃあ読み上げの方入らせてもらうね。谷田美久さん、遊びに来てくれてありがとう。マクオさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。ジュノさんも遊びに来てくれてありがとう。ハルウララちゃん、初見さんいらっしゃいだよ。遊びに来てくれてありがとう。ミヤさんも遊びに来てくれてありがとう。ツヨシさんも遊びに来てくれてありがとう。サンダーさんも遊びに来てくれてありがとう。あ、マチカネ服キタル京都サンダーさんって、あのフルネームの方は書いてるね。キタルちゃんのことが大好きなんじゃん。ね、キタルちゃんかわいいよね。遊びに来てくれてありがとう。明日もよかったら遊びに来てね。カズカズさんも遊びに来てくれてありがとう。ラクちゃんも遊びに来てくれてありがとう。アンさんも遊びに来てくれてありがとう。悪趣味な風さんも遊びに来てくれてありがとう。石山さんも遊びに来てくれてありがとう。ヤスさんさんも遊びに来てくれてありがとう。ヒロさんさんも遊びに来てくれてありがとう。ピートワルさんも遊びに来てくれてありがとう。月縄さんも遊びに来てくれてありがとう。観測さんも遊びに来てくれてありがとう。ヒロさんも遊びに来てくれてありがとう。エクレアさんも遊びに来てくれてありがとう。アヤさんも遊びに来てくれてありがとう。タッキーさんも遊びに来てくれてありがとう。奥村さんも遊びに来てくれてありがとう。ウロちゃんも遊びに来てくれてありがとう。崩壊惑星さんも、初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれて本当にありがとう。まるちゃんも遊びに来てくれて本当にありがとね。ラビニさんも、サンラビニさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。あ、これアイコン。あの、セブンじゃん。携帯操作官の人じゃん。遊びに来てくれてありがとう。またね、遊びに来てね。まさにろさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。タミガラスさんも遊びに来てくれてありがとう。スカーレットニードルさんも遊びに来てくれてありがとう。 KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。佐野のにゃんこさんも遊びに来てくれてありがとう。マリアさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。ジュンさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。夜空さんも今日はね、すごい。スパチャも本当にありがとう。で、2日
つかみはね、ちょっとエルちゃんね、頑張って勝てるようにね、うちも頑張るが、カワちゃんも遊びに来てくれて本当にありがとう。もいちゃんもいちゃん、あ、みんなおつむい、ありがとう。みんなお疲れ様、ありがとう。あ、マリアさんに大丈夫じゃよ。みんなありがとうね。ほいじゃほいじゃ、今日のね、エルちゃんのね、1日目の育成配信はこれで終わろうと思います。明日も8時から2日目予定してるので、よかったら遊びに来てね。みんなお疲れ様、おやすみなさい、おつむい。みんなありがとう。おやすみなさい。明日も頑張ろうね。